アメリーフ株式会社の服部と申します。今日のシェルスクリプトと明日のパール、2日間どうぞよろしくお願いいたします。まずですね、ちょっとたくさんいらっしゃるので自己紹介をさせていただこうかと思います。服部恵美と申します。アメリーフ株式会社で、バイオインフォマティクスの解析を担当させていただいております。時々というか最近結構増えてきているんですけれども、こういうような感じで Linux ですとか Perl とか R とかのトレーニングも担当させていただくようになりました。で、出身が新潟県上越市になります。これだけいらっしゃると新潟の方もいらっしゃるかもしれないんですけど、で、そうですね、ちょっと経歴をご紹介させていただきますと、大学では生物をやっておりました。筑波大学で症状映えの研究をやっておりまして、その後就職しまして4年間企業で SE をやっておりました。バイオと全然関係ない SE をやってたんですけれども、やっぱり生物やりたいということで、バイオインフォマティクスの業界に入りたいということで、CBRC 産総研の CBRC の特別研究員に1年間なりまして、その後今ちょっと倒産しちゃったんですけれども、情報数理研究所っていうちっちゃい会社でバイオインフォの SE を 10年ぐらいやっていて、その間にお台場の CBRC とか、あと理研の鶴見に行って出向してお仕事をさせていただいておりました。で、その後ちょっとその会社が潰れちゃったので今のアメリーフに入りまして、アメリーフに入ってからは3年ぐらいになりますね。で、こういうようなお仕事をさせていただいてます。で、その CBRC に入った時に私はバイオインフォは全くの素人だったもので、パールもシェルもほとんど書けなかったんですけれども、その時に周りの同僚の人とか、あとお客さんがこれはこういうふうに書いたらもっと良くなるよっていうような、もう実践的なアドバイスをいっぱいいただいて、非常に育てていただいたという感謝の気持ちがありまして、これからやっとバイオインフォの業界に入って10年目ぐらいになるということで、ちょっとずつ恩返しをしていけたらなと考えております。で、そういう感じなので、ちゃんと統計的に学んだ人というよりは、叩き上げでこうバイオインフォなんとか食いついてきた人という感じで見ていただければと思います。で、趣味がですね、落語と三味線になります。落語はちっちゃい頃から聞くのが好きで、三味線は3年前ぐらいから老後までやれる趣味を探そうということで三味線を習いまして発表会に出たりしています。それでは2日間どうぞよろしくお願いいたします。で、本講義を今回のカリキュラム用に一から作ったんですけれども、ちょっと人数が多いと伺っていたのと、あとレベルが皆さんいらっしゃる方がどれぐらい経験者の方かっていうのがちょっと分からなかったので、かなり簡単な方に合わせた内容ペースにさせていただきました。ただそうしますと経験者の方がちょっとつまんないんじゃないかなっていうことで、ちょっとそこが悩んだところなんですけれども、どうしたかというと、クイズをいくつか入れました。クイズだったら経験者の方も未経験者の方も同じように考えていただけるかなということで、テキストの中にクイズが何個か入っています。で、このクイズはアメリーフ社員みんなで考えました。で、あとちょっと飽きちゃう、2日間長くて飽きちゃうかなと思ったので、ところどころ本文穴埋めにしております。これは講義中では穴埋め埋めて正解出していきますので、ちょっと埋めてテキストを完成させていただければなという意図です。あとはシェルスクリプトもパールもそうなんですけれども、こういうものはとりあえずもう何でも書くっていうのが一番の
理解の早道ですので、実習もたくさんご用意しております。で、実習の時間も多めに取ろうと思っておりますので、どうぞ皆さん頑張って書いてみてください。ただどうしても難しかったよっていう場合は、答えも別のフォルダに用意してありますので、それを後で見ていただくとか、コピーして実行していただいても大丈夫かなと思います。はい。で、ちょっとそういうわけで、クイズの回答ですとか、あとちょっと勝田先生にテキストをお渡しした後にちょっと付け加えたページとかがありまして、そういうページはちょっとこちらのスライドで、頭に星が、右上に星がついているページはお手元にございませんので、はい、ご了承ください。あとですね、結構スクリプト間違ってるところとかが、お渡しした後に発覚したものがあったりして、そういうのは講義中でちょっと修正を入れていくので申し訳ありませんが、これに直してくださいっていうのがありましたら、ちょっとお手元の資料を手で直していただければと思います。はい。で、今日1日の講義の内容になります。こんな感じで考えています。でちょっと時間配分なんですけれども、90分が4コマということで、だいたいプロローグから変数ぐらいまでが、午前中12時まで、でその後、引数と条件付き処理で午後1、その後繰り返し処理と標準出力と標準エラー出力で第3分、残りが最後っていうような感じで、ざっくりですけれども、すいません、考えています。ただちょっと進み具合によって前後したりとかですね、あともし皆さんすごい早く終わっちゃったら、ちょっと早く終わっちゃうかもしれないんですけれども、ご了承ください。はい。でまずですね、プロローグということで、なんでシェルスクリプトを勉強しなきゃいけないのかっていうところをちょっと共有しておこうかなと思います。分かってるよっていう方も多いと思うんですけど、こういう時にシェルスクリプトが便利ですよっていうちょっと例を考えてきてみました。あなたは解析担当者です。今は業務が始まって朝の10時です。でそこに突然一本の電話がかかってきました。共同研究者の何々だけど、解析結果が急に必要になったので18時までに送ってくださいっていうような無茶ぶりの電話がありました。であなたは無理だと頭を抱えました。でその頼まれた解析というのは ABC という3つのソフトウェアを順番に実行する必要があります。で、ABC それぞれは2時間3時間 2.5 時間とかかかるんですね。これを今日18時までに出してくれと言われているんですが、今日あいにく今10時なんですけれども、12時から13時あと17時から18時まで会議が入っています。で今からすぐ A っていうソフトを実行したとしても2時間かかっちゃう。でその間に会議が始まっちゃうので、会議に行ってて帰ってきてからじゃあ A の結果を使って B を実行する、また3時間かかる。で B が終わる前にまた次の会議が始まっちゃうので、その2個目の会議が終わってから C を実行すると終わるのが、7時を超えてしまう。で今日は飲み会があるのに飲み会は行けなくなっちゃうな、あと18時までに間に合わないなと、こういうどうしようって なるわけです。その時です。シェルスクリプトを使えば18時までに終わるよという天の声が、はい、聞こえます。これちょっとなんか若干シュールな展開になってますけど、この資料を作った時ちょっと忙しくって、ちょっと精神的にちょっと不思議ちょっと若干不思議な展開が出てきますけど、はい。でその天の声に惹かれてですね、今からシェルスクリプトを作りました。まあ20分ぐらいで作りまして、それはどんなシェルスクリプトかというと、A と B と C を順番に勝手に実行してくれるっていうシェルスクリプトを作りましたら、なんと会議の間も勝手に実行してくれて、
17時ちょっと過ぎぐらいに全部終わってしまいまして、共同研究者の方のご要望の18時までにも結果を無事出すことができました。セルスクリプトは便利だなということで、皆さんがこう気持ちが高まったところで内容に入っていこうかなと思います。はい、よろしいでしょうか。大丈夫ですか。はい、便利ですね、シェルスクリプト。はい、じゃあ行きましょう。はい、でシェルスクリプトって何ですかっていう、まずそもそもの説明です。これお手元の資料だと穴埋めになっているかと思います。シェルスクリプトとは Linux のコマンドをファイルに書いたものです。で書かれた内容は Linux が自動で実行してくれます。で Linux のコマンド、昨日中里先生がたくさん多分ご説明された LSCD、PWD とか MOVE とか、あとソフトウェアの実行コマンド BWA とか IGV とか、その辺も全部 Linux のコマンドですね。それを手で一個一個打っていたものをファイルに並べて書けば、それはもうシェルスクリプトです。ただもうちょっと複雑なことができまして、変数、条件付き処理、繰り返し処理といったちょっとしたプログラミングみたいなこともできます。で今日はこの辺についてやりたいと思います。はい、でシェルスクリプトのメリットです。それはさっきの例でも出てきましたが、効率的に解析ができるということです。一回設定して流してしまえば、その通りにコンピューターが勝手に自動で順番に実行してくれるので、その1個目のソフトが終わるのを待って、終わったのを確認してから2個目のソフトを手で打つみたいな、そういう待ち時間がなくなります。もう A が終わったら勝手に Linux が B を走らせてくれるということですね。あとは同じ処理を違うデータや違う条件で再実行しやすいというのが2個目のメリットです。これは例えばなんか次世代シーケンサーのデータをファイルだけ差し替えて全く同じ処理をするみたいなことが、一回シェルスクリプトを作ってしまえば入力するデータを変えるだけで同じ処理を実行することができます。あと3つ目、実行ログを残しやすいというのは、これも最後の方で出てくるんですが、何を実行したよとか、それぞれのプロセスにどれぐらい時間がかかったよとか、エラーはこんなエラーが出たよっていうようなことをファイルに残していくことができますので、後から遡っていつどんな処理をしたか、どれぐらい時間がかかったかっていうのを確認しやすいというのがメリットです。でイメージとしては1個ずつコマンドを手入力で実行していたのを、Linux にシェルスクリプトでまとめて実行することができるというイメージになります。はい、でシェルスクリプトの強みですけれども、皆さんどれぐらいいろいろなソフトをお使いになられているかもしれないんですが、バイオインフォマティクスのソフトって割と毎年新しいのが出て、結構移り変わりが激しいんですね。もっといいのが出たよとかあるんですけれども、Linux のコマンドとかシェルスクリプトっていうのは、この10年っていうのは私が業界に入ってからの10年なので、それより前は分かんないんですけど、この10年大きくは変わってないです。もうほとんどフィックスしているものなので、っていうようなものなので、一回勉強していただければ割とずっと使い続けていただける、無駄にならないということで、ぜひ身につけていただくとお得かなというふうに思います。でシェルスクリプトのシェルっていう、シェルって何ですかっていう話なんですけれども、これはユーザーが入力したコマンドをコンピューターに伝えるプログラムというもので、多分昨日中里先生やられてたと思うんですけど、いくつかの種類があります。バッシュとか T シェルとか Z シェルとかありまして、今回お使いいただくバイオリナックスはこの一番3つ目の Z シェルっていうものがデフォルトでなっていると思います。
で、基本的に大きくは変わらないんですけど、細かい挙動がちょっと変わったりしまして、実はこのテキストは弊社で標準的に使っているバッシュベースで書かれていますので、もしかすると若干違うところがあったりするかもしれないんですが、そういうとこあったらここ違うよっていうのを言ってください。基本的にはそんなに大きく変わらないと思います。あっていうのをこのページで書いてましたね。はい、でちょっといろいろ長々とお話ししてしまったんですが、もうどんどんこの後書いていっていただこうと思いまして、でシェルスクリプトを作るにあたってテキストエディターでなんかこう文字を書いてファイルに保存するものをなんか使っていただく必要がありまして、昨日あれですかね、 Emacs とかやられて、何でもいいんですけど Emacs も使えるよって方はあんまりいないです VI 結構使えますよ。あ、そういう方はじゃあ VI で書いていただいて、テキストエディター、 Linux のテキストエディターそんなによくわからないよっていう方はですね、今回お配りした資料の一番最後のページに、Gedit というソフト、Gedit というコマンドの使い方があります。で、これ使っていただくと、一番ちょっとファイルとか作りやすいかなということで、これを使っていただく、ちょっと Gedit の使い方、今簡単にお見せしますね。あ、で皆さんもしこれ起動してなかったらちょっと今のうちに起動しておいていただいてよろしいですか。普段 Windows だとそういうテキストエディターって何をお使いの方が多いんでしょうか。ひでまる。おお。あと何ですか。みー。ああ。桜エディタ。あれ。あ、いらっしゃる。メモ帳。メモ帳。あ、皆さん他の方はワードとかになっちゃうんですか。なんかあんまりそういう書かないですか。もうワードとかになっちゃいますか。ちょっとこうちょっとテキスト書きたいなとかっていう時ってなんか特に入れたりしてないですか。あ、そうこうしてるうちに起動します。はい。あ、ちょっとはみ出ちゃいますね。Gedit の使い方、起動方法をご紹介します。ここでまず端末ターミナルを起動していただきまして、で打つコマンドが、フォントサイズ小さいですか、後ろの方見えますか、大丈夫ですか。はい、 Gedit と打っていただいてエンターを押していただくと、こういうのが立ち上がります。ちょっとはみ出しちゃってますけれども、これが Gedit っていうソフトで、GUI なんですね。マウスでなんかこんないろいろやれて、ここでアメディエフとか打って、でちょっとあれ、マウスがどっか行っちゃいましたけど、ここでカーソルここに持ってってセーブとかをしたら保存できたりしますので、これ割と Windows とか Mac で使ってるテキストエディター感覚で使っていただけるので、初心者の方はちょっとこれおすすめします。何でもいいんですけど、でこういう感じで開いて、書いて、でちょっと
カーソルがどこ行っちゃった。で、あのセーブってしていただくと、あの名前聞かれますので、名前なんか入れてもらって、っていう感じで、あのやろうと思ってます。はい、でちょっとスライドに戻りますね。はい、で、そろそろ実習の話になるんですけれども、仮想環境を起動しておいてください。で、ホームディレクトリーの下のアメリーフっていうディレクトリーの下の SH というディレクトリーに移動していただいて、今日の実習はすべてここで、ここから動かないでやっていただこうかなと思います。ちょっと移動、私今前でしてみますので、あのこれだけだとちょっと意味がわからないよという方は見ててください。あ、こういう上にこういうの出たらバッテンで閉じていただいて大丈夫です。はい、すいません。PWD とか昨日やったと思うんですけど、あの今いる場所が PWD って打つと出てきます。で、起動した直後だと多分ホームのアドミン1409っていうところにいると思うんですけど、これがあのこのアドミン1409さんのホームディレクトリーという場所です。で、ここに何があるか見るコマンドが ls というコマンドだったと思いますが、 ls 実行していただくとなんかいろいろディレクトリがあります。この中の、これですね、アメリエフ、この中に移動したいと思います。はい、移動するコマンドが cd ですね。 cd でアメリエフで、もう一回 ls しますと、いくつかありまして、今日はこの中のch シェルっていうディレクトリにもう一回 cd で移動してください。はい、とここまでしていただいたら皆さんスタート地点揃った感じになります。これちょっとあのよく言ってることがわからないという方いたら教えてください。大丈夫ですか。はい、で、あの皆さんバイオの方ということで、あですよねと伺っているので、あのテストデータもちょっとバイオ関係のものの方があの楽しいのかなということで、ご用意したデータがここに2つ置いてあります。 hairpin.fa というファイルと matcha.fa というファイルです。これ何かというご説明をします。これマイクロ RNA やられてる方ってどれぐらいいらっしゃいますか。いらっしゃいます。はい、あのマイクロ RNA のデータベース、ミアベースっていうデータベースがあのインターネットにあるんですけれども、そこに登録されていますいろんな生物種のモデル生物種のマイクロ RNA の塩基配列のファイルです。で、あの URL 載せてますので、ここから落としていただければあの同じものが落ちるんですけど、それをあらかじめ落としておいたものが今移動していただいた場所に2個置いてあります。で、マイクロ RNA なので、最初に転写された後前駆体、ちょっと長いダブルストランドの前駆体になって、それがこう切り出されて
短い21打か22ベースだかの配列になるんですけど、それの両方の配列があります。でこのファイルのフォーマット形式ですけれども、 FASTA というフォーマットになってます。 FASTA フォーマット使ったことがある方って多いですね。あ、素晴らしい。あ、じゃあ結構そうですね、使ったことがある方はもうご説明不要かと思うんですが、こんなようなフォーマットでして、このダイナリ行の頭がダイナリになっている行が ID 行ですね。この塩基この配列が 何の配列だよっていうのを示しているのがこの ID 行。これ頭がダイナリ記号で始まって、その後ろになんか ID というか、まあ、説明があります。でその行に続けて、塩基配列、今回塩基配列ですけども、アミノ酸配列でもいいですが、あるようなフォーマットで、ゲノム配列とか、あと遺伝子の配列とか、あと今回みたいなRNA の配列示すのによく使われているフォーマットですね。これを最後の方の実習で使います。で今日1日6時間だいたい6時間でどこまで行きたいかというと、この作業を以下の作業をシェルスクリプトで自動実行できるようになりたいと思います。2点あります。1点目が、mature.fa というファイルの一部の配列を切り出して別のファイルに書き出す。で、書き出したファイルに対して web ロゴというソフトウェアを実行して、図を書くっていうそういうようなちょっとゴールで進んでいこうかと思います。はい。でヘッドコマンド、昨日やられてたと思うのでちょっとおさらいですけれども、ヘッドコマンド、ファイルの先頭を何行か表示するコマンドでした。これ実行例ですけれども、この mature.fa に対してヘッドで、この N4 っていうのが何行、先頭何行を表示するかっていう、オプションですけれどもを指定してあげると、この mature.fa の先頭4行が表示されますっていうのが、ヘッドコマンドの確認で、この後が、いよいよ実習になりまして、実習1です。次のシェルスクリプト test1.sh を作ってみましょうっていう実習ですね。でちょっと先ご説明だけさせてください。時間10分ぐらい取りますので、これ Gedit になってますが、 VI でも Emacs でもいいですが、 Gedit test1.sh このコマンドを実行してください。そうするとなんかスクリプト書くような画面が立ち上がりますので、そこに前のページで出ました headN4mature.fa っていうのを書いてください。そしたら保存していただいて、そしたらこれもシェルスクリプトなんですね、1行ですけど。で実行するにはバッシュスペースこの作ったファイル test1.sh で実行すると、このコマンドを打ったのと同じ挙動になります。でこれをやってみてください。10分取ってみようかと思います。はい、お願いします。あ、ご質問あったらいつでも来てください。
ットシェルとバッシュの関係ってどうなる？絶対性値って言うんですよね。はい。昨日から覚えてる。あ、同じものです。あ、Z シェル。Z シェル RC がこの環境で、あのアミリスさんのやつはあのバッシュ RC で、はい、多分バッシュテスト1ドット SH で。動くんだけど、昨日教えてもらったのは多分 SH スペースファイルメイクはそういう感じなんですよ。あ、はいはい、そうですね、これはあ、なんて言ったらいいかな、あの今お使いのバイオリナックスも切り替えることによってバッシュシェルも使うことができるんですね。あのちょっとお手元でバッシュって打っていただくと多分表示が変わって、あのバッシュシェル実行状態になるんです。で、あのちょっとうちのスクリプトバッシュベースなので、ちょっと Z シェルで動くか怖いところがあって、あの書いたものをバッシュとしてバッシュシェルで実行するよっていうことでバッシュコマンドであの実行してます。ただ多分今回ぐらいの内容であれば、ここ SH に SH コマンドで実行していただいても多分同じはずです。微妙な違いはもしかしたらあるかもしれないですけど。で、すいません、今バッシュって打っちゃってバッシュになっちゃった方は、あの場所の方でやっていただいてもいいですし、戻りたい場合はイクジットって言ってください。そうすると Z シェルに戻ります。はい、ありがとうございます。すいません、ご説明足りませんでした。ぜひ早く終わってしまった方はちょっと自分なりに応用編をあの考えてやってみていただくとか、あとちょっとお隣の人がなんか悩んでそうだなと思ったら、あのぜひちょっとどうですかみたいな感じで見ていただけるとみんながいい感じで進めるかなと。あ、でもあれですね、皆さんもう手が止まっているので動きましたかね。ちょっとじゃあやってみますね。あ、ちょっと私 VI の方があの使い勝手がいいので VI で書かせていただきます。テスト 1.sh でヘッド N4 のマチュアードットファと実行しまして保存します。で、これをバッシュテスト 1.sh 実行しますと、普通にここで直にヘッドコマンドを実行したのと同じ結果が返ってきます。はい、ありがとうございます。これ何かご質問ありますか？大丈夫ですか？あの Linux で打つコマンドをファイルに書いてバッシュで実行したら同じことが実行されたよっていうのは大丈夫でしょうか？まあ、でも要はこれだけのことなんですね。これをあの続けて書いたら続けて実行されるっていうぐらいのもので、はい、では、スライドに戻ります。あ、10分取るって言いましたけどすみません、6分でやってしまいました。はい、ではですね、ちょっとここで質問ですが、今マチュア .fa の先頭4行を表示するっていうのを実行したんですけれども、ここにはあの別のファイルがあります。ヘアピン .fa の先頭8行を表示するにはさっきのスクリプトどう変えたらいいでしょうか？
で、まあ、あの書くファイルに書く中身をコマンドを変えてあげたらいいですよね。まあ、それだけのことなんですけども、ただこれ1行だからいいですけれども、このマチュア .fa っていうファイル名がそのスクリプト中に何個も出てきてたら、あのこれ全部ヘアピン .fa に直すってなった時にちょっとめんどくさいですよね。めんどくさいし、なんかこの辺とか直すの忘れてマチュア .fa のまんまになっちゃったりしそうな気がしますよね。で結構あの同じファイル名スクリプト中でいろいろこうこれしてこれしてあれしてみたいな使い回すことってあると思うので、これ割とあのリアルな問題でちょっとめんどくさいなっていう、あのファイル名何箇所もあった時にファイル名変えるのめんどくさいなっていうの分かると思うんですけども、そういう時の解決策としまして、変数というものがあります。穴埋めは変数ですね。でこういう場合に、シェルスクリプトでは変数というものを使うことができます。で変数を使いますと値を一回最初に設定してしまうと、その変数を書くことによってその変数に入れといた値を勝手にこう置き換えてくれるので、さっきの例で言いますと、ファイル名を変数にしておくことで、その後この変数ファイルっていうふうにもう埋め込んでおくと、ここをヘアピン .fa に変えるだけで、あとも全部自動で置き換わるので、あの変更が楽になります。で変数ってちょっともうちょっとご説明しますけれども、値を入れておくものですね。値を入れておくもので、あの入れた値は変更することができます。マチュア .fa って入れといたけどヘアピン .fa に変えるみたいなことができます。で変数に値を入れるときには変数名イコール値と書きます。ちょっと前のページ行きますか。ここですね、この1行目、ファイルイコールマチュア .fa、これが、ファイル大文字ファイルという変数にマチュア .fa っていう値を代入しているっていうあのことをしているところです。でこういうふうに書くと、あのここの頭これがあの変数っていうふうに勝手に理解してくれます。であの入れる値はダブルクォートであの囲ってあげてください。あ、シングルクォートでも大丈夫です。あの文字列ですよっていうことを明示的にしといてあげてください。で、その変数に値を入れました。で変数をその後使う場合には、変数名の頭にドルマークをつけて書いてください。ここで例えばあのヘッド N4 ドルファイルって書いてますけれども、これはあのファイルっていう変数の中身をここで置き換えるっていう意味になりますので、ヘッド N4 マチュア .fa っていう意味になって実行されます。だから使うときは頭にドルをつけます。っていうのがあの今の変数の説明ですね。あの入れるときはなんか変数名決めてあげて、それイコール値って代入します。で変数を呼び出すときには、変数に入っている値を呼び出すときにはドル変数というふうに書きます。でこれを踏まえた上で、実習にですね、これもちょっと先ご説明だけしてお時間取ります。さっきのスクリプトをちょっと改良して変数を使うように変えてみたいと思います。まずあの同じようなことをしているので、さっき作っていただいた test1.sh このファイルを複製して test2.sh っていう新しいファイルを作ってください。コピーですね、コピーコマンド やってますよね。はい、あのこれやりますと新しく test2.sh っていうファイルができて、中身はさっき作った test1.sh と同じ中身が入ります。
で、また JEDIT なりなんなりでテスト 2.sh を今度はちょっと長くなりました3行になりますがこんな感じに書き換えていただいてで、またバッシュコマンドでこれを実行してみて前と同じ結果になるはずなのであの同じになるっていうのを確認していただきたいと思います。これそうですねじゃあ、10分ぐらい取りますのでお願いいたします。これアールとかだとファイルイコール待ちはあってなっててなんかスペースとか普通に入れられてな問題ないんですけど、はい、あエラーが出ますよね。はい、あそんなもんなんですか。ありがとうございます。いいそうなんです。シェルスクリプトでは変数に値を代入するときにこのイコールの前後に空白があるとエラーになります。ここくっつけて書かないといけないルールになってます。ありがとうございます。あの一般的な R とか PAR だとここ入ってスペースあってもなくても同じ意味になるんですけれどもなんかそこはシェルなんかちょっと怒られますね。はい、それはバッシュだろうが Z シェルだろうが何でもそういうルールになるんですか。ちょっとバッシュでしか確認してないんですけどおそらく共通だと思います。っていうのは多分あのシェルの世界だとスペースが結構あの引数の区切りみたいな感じで意味が出ちゃうからかなと思います。的なことなんですけど、ファイルだとこのピッピってあるじゃないですか。はい。こっちは、はい、ナンバーの場合はないんですよね。その違いっていうのは数字とかの場合。そうですね。あのちょっともしかしたら的確じゃないかもしれないんですけど、パールとかですと数字はそのままくくらないで代入できて、文字列は必ずくくるっていうルールになっているので、ちょっとそれを踏襲してシェルでも書いているんですが、どうでしょう。多分それの回答でいいと思います。みんな多分この世界の人って文字列系はもう二重コーテーションも何も考えずにこうそういうもんだっていうので覚えてると思います。あの ありがとうございます。すいません、あのシェルだとどれだけ厳密かわからないんですが、あのプログラムによってプログラミング言語によっては4って書くのとダブルクォートで囲って4って書くのだと4だけだと数字扱いになるんですけど、ダブルクォートだと4っていう文字列っていう扱いになっちゃって計算に使えなくなっちゃったりするんですね。 4+1 とかにしようとした時に文字列だから計算できないよって怒られちゃうので、ちょっとそういうあれですかね。今そのダブルクォーテーションがついてるのとついてないっていうことなんですけど、確かにパールとかの高等な言語だとそういう区切りがあるんですが、シェルスクリプトだと、基本的には同じになります。ダブルクォーテーションをつけなきゃいけない場合っていうのは、例えば、そのもうダブルクォーテーションの中にスペースなんかがあったりすると、さっきそのお話しされたスペースが意味を持っているものなので、そういうのをこう分かりやすくするようにダブルクォーテーションをつける必要が出てきます。なので、今スライドのファイルイコールダブルクォーテーション FA のところはですね、ダブルクォーテーションをつけなくても動作します。ありがとうございます。
ちょっと個人的な意見としては、文字列はもうくくっとけっていう、はい、はい、ありがとうございます。スペース以外にも何か干渉するものって、そうですね、あと、何かだかな、例えばイコールとかもなんか引っかかりそうな気がしますけど。そうですね、イコールなんかも引っかかりますね。あと、まあ、シングルコーテーションで買っとったりする場合とかもあるんですけど、まあ、シングルとダブルコーテーションはこの間先日かな、多分出たと思うんですけど、この変数の展開がされたりされなかったりっていうぐらいの違いだったと思います。まあ、ちょっと細かくは何がっていうのは、はい、把握はしてないです。ありがとうございます。皆さん、大体終わった感じでしょうか。まだ終わってない方、困ってる方いらっしゃったら教えてください。大丈夫ですか。じゃあ、大体10分近くなりましたので、じゃあちょっと前で私一回書いてみようと思います。VI の今度テスト2ですね。あ、そっか、コピーするんですね。今、すみません、なんかこれが邪魔。今テスト 1.sh っていうのがありますので、これをコピーしてテスト 2.sh っていうのを作ります。で、このテスト2の中身はテスト1と一緒なので、ちょっといじりますね。ファイルイコールマチュアドット FA、 あ、間違えました、 FA でナムイコール4で、コマンドがこの数字の4って書いてたところが変数ナムになりまして、マチュア .fa って書いていたところが、変数ドルファイルになります。はい、で、これを保存してバッシュコマンドで実行してみます。そうするとさっきと同じ結果になります。はい、やってることは変わってないので、さっきと同じ結果になります。ちょっと一段階シェルスクリプトっぽくなりました。同じになりましたね。で、大丈夫ですかね。やってることが、やりたいコマンドは最後3行目のコマンドなんですけれども、そこで出てくる登場人物をここでいきなり定義するのではなくて、あらかじめ変数に入れといて、それを呼び出してるっていうことですね。で、疑問に思われる方がいるかもしれないんですけど、テスト 1.sh は1行で済んでましたよね。1行書けばよかった。これ3行になっちゃってて、なんか長くなっちゃってて、お前の方がいいんじゃないのみたいな、なんか行長くなってるしみたいな感じに思われるかもしれないんですけど、あ、そっか、それはちょっともうちょっと後で話しますが、変数使うとどういう時が便利かっていうと、さっきちょっと口頭で申し上げたんですが、次世代シーケンスデータの解析されている方ってどれぐらい今日いらっしゃいますか。あ、多いですね。だいたいファストQから始めることが多いかもしれないと思うんですけど、なんかのファストQ入力して、BWA かなんかでマッピングして、あとなんかいろいろやってみたいなスクリプトがあったとします。
で、このエコーコマンド、もしかして機能でできてないかもしれないですけど、エコーコマンドってあのエコーの後に書いた文字列をあの出力するプリントするだけのコマンドなんですけど、あのなんか入力はこのファイルですで、マッピング開始しました、マッピングしますみたいな、あのこの a.fastq っていうファイルに対して実行する処理をもう延々と並べて書いてた場合に、あのそこであの上司がやってきて、やっぱり a.fastq じゃなくて b.fastq のデータでやろうって言われた時に、ここを書き換えないといけないですよね。で、何箇所も直さなきゃいけなくて、これ、まあ、のさっきと同じこと言ってるんですけど、あの大変ですし直し忘れたりするっていうのが止まるんですけど、これもあの最初に変数に入れとくと、ここだけ直せばいいので、あの上司がもういきなり使うデータ変えたいとか言ってきても、あのすぐ直せるよっていうのが変数のいいところですね。なので、あの基本的に変数って多分何回も使うところを変数にするっていう考え方でいいのかなと思ってます。あのさっきの次週1次週2みたいな1回しか出てこないやつって、どっちでも正直どっちでもよくて、その1回しか使わないんだったら使う時に1回だけ自家ファイル名書いてもいいかなと思うんですが、こういうふうにあのその後何回も出てくるようなやつは変数にしとくと楽です、っていうのがあって、あの変数にした方がいいもの、しなくてもいいものっていうことでちょっとあの考えてみたんですけど、変数にした方がいいもの、一つ目は実行のたびに変わる可能性のある値。例えば入力ファイル名ですね。あ、まあ例なのであのいろいろあると思います。あのもっといい例あるかもしれないですけど、あのサンプルが10個来ます、10個回さなきゃいけないっていう時に、あの変わるのは入力ファイル名ですね。あとは、スクリプト中に何度も登場する値、これもあの解析されている方だと結構うんうんっていう感じかもしれないんですけど、あのリファレンスゲノムの配列のファイルって結構あのマッピングでも呼び出すし、その後またなんかちょっと計算する時も呼び出したりして、ゲノムのファスタファイルって結構何回も呼んだりするんですけど、そういうのも変数にしとくと、いちいちあの結構しかも割とパスが長かったりするので、いちいち書かなくても、例えばドルゲノムっていうので、あの同じものをいつも呼ぶと間違いが少ないし楽だということですね。で、なるべく変数にしておくと修正が楽は楽なんですが、まあ何でもかんでもすればいいってもんでもなくて、あの1回しか出ないのはいいのかなと思います。なんかこの辺とかご質問ありますか？変数に関して。あ、変数の、数いくつまでは変数にできるけど、いくつ以上できないかとか、変数面に逆にあの文字が1個だけだったら、例えば自分で ABC ってつけていくのが楽だなと思うけど、それはなんか他に役割があるからそういうのは良くないとか、そういうなんか名前の付け方とか、その数に制限があるかが、はい、教えていただきたいんですけど。あ、はい、あのいいご質問ですね。あ、そっか、ちょっと今回配列やらないんですけど、あの複数の値をまとめて1個の名前で管理することとかもできて、それちょっとあのシェルでやらないんですけど、あのパールで実は出てきます。配列っていうものにあの複数の値をまとめて入れるようなこともできまして、あのシェルでも実はあるんですけど、ちょっと今回割愛させていただいてますが、そういうようなことができます。で、作ることができる変数の数上限ですか？今回2つまで変数を置いたと思うんですけど、例えば、まあ1つのそのシェルスクリプトの中で10個以上変数を置くと認識されなくなるとか、うん、そういうなんかいくつまでだったら自分の中で置き換えても大丈夫なのか、自分の中でっていうかそのスクリプトの中で、あのちょっと意識したことがないですね。あの上限ないと思ってるんですけど、もしあのご存知の方あったら教えてほしいんですけど、多分ないかなと思います。あの
ただあんまり定義しすぎると自分が覚えきれなくなるかもしれないですが、多分あのないと思います。あの普通にいくつでも作りたいだけ作ってて問題ないですね。はい、あと大丈夫ですか、変数名とか大丈夫ですか、変数名のルールとかっておっしゃって、変数名もなんかこういう名前つけると、うまく機能しないみたいなのが、もしその、はい、今回の、はいはい、分かりやすい名前だったんで、はい、分かりやすいと思うんですけど、そうなんですね、あの多分あると思います。で、すみません、変数名ルールもパールの方ではちょっとちゃんとご説明してるんですけど、あの頭がアルファベットじゃないとダメとか数字はダメだよとかあるんですけど、シェルはあ、ただ頭が数字はちょっと特殊な意味の変数と被っちゃうかもしれないので、基本あ1文字目はアルファベットが無難で、大文字小文字はあのどっちでもいいですけど区別されますので、あのドル A 小文字 ABC とドル大文字 ABC は別物になります。2文字目以降は数字とアンダーバーとかは多分大丈夫ですね。その辺に、でもその辺にしておくのが無難かもしれないです。もうちょっと多分使えると思うんですけど、記号とか、うん、あとはあのやっぱりその変数の役割が分かりやすい名前にしていただくのがいいと思います。はい、あの変数のところなんですけど、さっきあのファイルのダブルコーテーションのマッチアドとエグエル、これ文字列っていうかファイル名ですよね。はい、だからそれともあのカレントディレクトにあるっていうのが前提でやってると思うんですが、あ、はい、例えば上のディレクトになる場合は、はい、ドットドットスラッシュマッチアドットFHやって動いたりするね、はい、動きます、はい、その通りです、はい、ってことは逆に、マッチアドットFHの前にドットスラッシュマッチアドットFHやってもカレントディレクトになる場合は大丈夫、同じ意味ですね。あのファイル名なんですけども、厳密に言うとそのファイルのパスを文字列で定義してるっていう感じになります。補足なんですけれども、あの環境変数とシェル変数というのがありまして、あの環境変数と被るようなものはシェル変数じゃない方がいいというのがあって、例えば昨日の話にあったパス、はいですね、あれパスって新しく自分で決めると、うん、今まで定義されてたパスが全部上書きされて、うん、そうですね、とっても大変なことになるので、その通り、すで、まあ、に規定されている変数はいじらない方がいいので、もし怖かったらエコーなどで、うん、あの使う、なんか規定されてないかなってチェックしてから変数を決めるというのもって感じです。ありがとうございます、その通り、演武とかもそうですね、演武、環境変数の一覧を出すコマンドがあった気がするんですが、忘れました。演武だったんですか？エコー演武。そうですね。演武だけならエコーに入れますけど。演武だけならエコーでも。あとは、変数名に使っていけない言葉の、補足なんですけど、プログラム言語に与えて予約語っていうものが設定されてまして、例えば今回の場合であればシェルスクリプトを予約語で調べれば、これは変数名とかには使ってはいけないよっていうのの一覧が、まあ、Google とかで出てくると思いますので、ご参考までにやっていただきます。ありがとうございます。あのファイル名でその先ほどのドットドットのやつとかだと、これ別に二重コーテーションとかいらずにこれで動くもんなんですかね。ドットドットすらファイル名であって、二重コーテーションつけないといけないんですか。つけた方がいいと思う。それつけないといけない。ああ、だそうです。結構あれですかね、なんか小文字だとあの被らないみたいな、予約語って割と大文字が多いですかね、うん、すみません、はい、先ほどあった変数名なんですけど、ダラ1とかダラ2とか、あのこれって
まあ、シェルの時には、まあ、それが該当するかどうか分からないですけど、はい、スクリプトで書いた時って例えば正規表現とかで括弧で、うんまあ、くくったもののところとか の、うん、その一番最初のものをあの取り出してきた時にダラ1とか、はい、そのものとか使うっていうことから考えた時にはダラ123とかそういったただの数値っていうものは避けた方がいいっていうようなニュアンスで考えていいですか、ね、あはい、ダラ1につきましてはこの後出てくる引数っていうあのコマンドを打った時になんかコマンドの中で例えばファイル名を一緒に書いちゃうみたいな時あのコマン実行した入力コマンドで与えるみたいな場合を実はダラ1ダラ2で受けるのでそれにかぶっちゃうんですね なのがあってあのダラ123ダラ0とかはあの使わない方がいいです。はい、ダラアンダーバーも、はい、そうですね。すみません。そうですね。その辺でもそうですよね。確かに分からないと結構ダラ1とか使っちゃいそうな気がするので、あのちょっとざっくりしたこと言うと無難なのはダラで小文字のアルファベットでなんか名前つけていただくと多分めったにあの今いろいろ教えていただいたようなこととは被らないのかなと思います。でその後ろになんか数字で123とか連番振るのも多分大丈夫です。ただいきなり数字ダラ数字は多分ダメですね、うん、変数いろいろあのご意見とかあの補足いただきましたが皆さん大丈夫ですか。はい、またあの後で どんどん今後も変数使ってやっていくのであの新しい疑問が出てきたらあのその都度教えてください。すいません、あのツイッターつぶやいてる方はさっきの予約ボーナスとかちょっとつぶやいておいていただけると後でよろしくお願いします。はい、で、あ、そうですね、どうしようかな。あ、じゃあちょっと引数のちょっと先前倒しで引数の説明までしてしまってあの午前中に終わらせようかと思うんですけど、これさっきのテスト2のスクリプトですけれどもあのこんな風に書きましたよね。で、使うファイル変えたいってなった時にまたこのスクリプトを gedit なりで開いてここを書き換えなきゃいけないのかっていうなんかめんどくさいなっていうのがあると思います。あのなかなかプログラムスクリプトのあそうですねすいませんスクリプトの中身をいじるのってあの特に人が書いたやつとかだとすごく抵抗がると思うんですね。なのであのなるべくそのいちいち変わるような値ってファイルの中身に直書きしたくないなっていうのがこの後出てきまして、でここであの引数というものを使いますとあのスクリプトの中身にこういう値を書かなくてよくなりますっていうのをちょっとご紹介して午前中終わります。で引数ってあのちょっとどんなものかなっていうなんですけど多分皆さんあの普段あのお使いいただいているはずで、なんかこうコマンドあった後にあのコマンドの後になんかこう書いたりしますよね。あのパラメーターとかあとファイル名指定したりしますよね。ソフト実行するときにこれが引数っていうものです。あのスクリプト以降が引数です。でこれはあの引数っていうのは実行時にあのスクリプトに続けてスペース区切りであの書いたものなんですけれども、この引数っていうのがあのこういうふうに実行していただくと自動であのもう決まった名前の変数に入ります。さっきおっしゃってたドル1ドル2っていうのが実はこの引数を受けるのにも使われてて、あの
こういうふうに書いていただくと、この test3.sh っていうのがシェルスクリプトなんですが、その次のこの matcha.fa っていう、これが変数ドル2に入ります。で、それ以降が、ドル2じゃない、ごめんなさい、ドル1に入りまして、続けてスペースでいくつでも値、つなげてかけて、それぞれ順番にドル2、ドル3、ドル4、ドル5って、これも上限いくつかわかんないですけど、随分まあ入れられます。こういうふうにしていただくと、ファイル名なんかはもう中身に書かなくて、外に、実行するときにその都度指定するようにすることができます。で、その例がですね、ちょっと同じような処理ばっかりやっていただいて申し訳ないんですけど、実習3になります。これもちょっと先ご説明だけさせていただきますと、test2.sh、さっき作っていただいたやつをまたコピーしていただいて、ちょっといじっていただくんですが、今度、ファイル変数、num変数に入れる値を、ドル1、ドル2と書いてください。さっき、matcha.fa、4って書いてたところをドル1、ドル2と書きます。で、今度実行するコマンドが変わります。バッシュの、ごめんなさい、ちょっと下見づらいかもしれません。お手元の、35ページぐらいの資料になります。お手元の資料、実習さんの資料を見ていただくと、バッシュ、test3.sh の後に、スペース、matcha.fa、スペース4っていうふうにして実行していただくと、この matcha.fa が、ドル1に入ります。4がドル2に入りますので、やっぱり同じ挙動になるという。これを、ちょっと実際、その通りになるっていうのをやっていただきたいと思います。じゃあ、ここまでやって、で、ちょっと質疑応答させていただいて、ちょうど12時ぐらいになりますので、はい。では、お願いします。はい。そのファイルがドル1で num がドル2なんですけど、その後ヘッドって書いてあるところドル2、ドル1の順番で出てきて分かりにくいんですけど、そういうの皆さん慣れていらっしゃるんですか？出てくるじゃないですか？ああ、はいはい、ああ、はい、あ、分かります。これわざと順番実は逆にしてて、受ける順番関係ないよっていうのを言いたくて、一回変数に入れてしまえばもうその変数はもう好きなところで使えるよって意味でしているので、おっしゃる通りで、引数は、使う順番が決まってたら同じ順番にしていただく方が直感的にも多分入れやすいと思います。そういうことですかね？そうですね、はい。例えばこの短いこの命令文だったら、中身覚えてるからヘッドっていう命令文の順番通りに配置して、4で配面で書いちゃうと、そうすると動かないんですね。おっしゃる通りです。その同じ順番にした方が多分覚えやすいですよね。これでもわざとです。変えてるのは、はい。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと早いかもしれません。答え合わせに行きたいと思います。テスト2をコピーしましてテスト3を作ります。で、テスト3を変更して1個目を $1、2個目をドル2にします。ですよね、はい。で、保存しまして、今度実行するときに、スクリプト名の後ろにファイル名とあと何行かっていう数字を指定しますと、また同じ挙動になります。で、ちょっと余談になりますが、テストじゃないや、ドル1、ドル2、ドル3ってあったんですけど、ドル0っていうのも実はあって、
がちょっともう後で出てくるんですけど、頭にシャープつけるとコメントアウトになりまして、頭にシャープつけた行は実行されません。無視されます。ないものとされます。エコドルゼロってドルゼロっていう変数をエコ出力するっていうのをやりますと、でこれ実行しますと、ファイル名が返ってきます。ドルゼロがスクリプト名、自分自身の名前がドルゼロに入ります。ドルゼロってスクリプトの中でドルゼロって書くと、それはこのやつで言うとテストさん .sh っていう文字列が入っています。これなんか必要なのかっていう思われるかもしれないんですけど、ちょっと割と我々よく使っていて、使い方、コマンドって結構使い方出ますよね。パラメータ指定しないで実行するとヘルプみたいなの出たりするじゃないですか。その時にドルゼロ、ちょっとこういう感じにしておいて、こういう引数がないときに、ちょっと今省略してますけど、引数がいくつあったかとかも調べられるので、引数が例えばファイルと NUM と2個ないといけないのに、引数が2個なかったときにこれを出すみたいな処理をするときとかに、ドルゼロで自分のファイル名、スクリプト名を出すっていうときにドルゼロって変数、すみません、これちょっと余談です、はい、混乱してしまったらすみません。はい、でこれ外に出すと何がいいかというと、今度ここでファイル名変えられちゃうんですね。例えばマチュア .fa の先頭4行じゃなくて、ヘアピンfa の先頭10行にしたいってなったら、もうテスト 3.sh の中身は変えないで、これで結果だけ変えることができる。私ちょっと今なんか書き換えちゃったので実行してないですけど、この方が使い回せますよね。なので引数も使っていただきたいです。引数に関してご質問ありましたら、そのスクリプトを書いてて、どんどんその引数の数が4つとか5つとか増えていくじゃないですか。で、その最初に入れるやつが、はい、で、普通の何ですか、プログラムみたいに配分なんちゃらでやれたら、はいはい、その順番とかいちいち覚えてなくてもいいし、はいはい、プログラムっぽくなってかっこいいなと思うんですけど、かっこいいですね。それってできるんです、結構簡単にできるんですか。シェルでやったことないですね。パールだと、はい、あるんですけど、シェルでそういうパラメータ名値みたいな指定の方法ってできるんですか。対価する対策がどなたかご存知だったら教えて。 今答えられる。あ、できるにはできますが大変です。引数を全部配列としてまず読み込んで、その配列を1個ずつ解析、場所内で解析させて、まずこうファイルって書いてあったらこう読み取るみたいな処理をして、そのやります。できなくはないですけど、パールとかの方がいいと思います。ありがとうございます。基本はじゃあ、あんまりサポートされてない機能を、Linux の中枢のシェルスクリプトのところではそういうことをやっているところもあります。ありがとうございます。ちょっと これもまた私の個人的な意見ですが、そういうもうパラメータすごいいっぱいあるみたいな処理になっちゃうと、パールにしちゃいますね。
順番も入れ替えられますので、そしたらインプットがなんとかアウトプットがなんとかみたいな感じでっていうことですよね。多分処理も多分複雑になると思うので、シェルはまあ基本的に手で打ってるのを自動で流せるよう、若干で制御もできるようぐらいに思っておいていただいて、それ以降はパールでやる方が楽だと思います、うん、ありがとうございます。今回明日はパールなんですけど、はい、昨日かおとといかな、中村先生の最初の日の講義でプログラミング言語は Python が結構アメリカでは、うんうんうん、まあ、メジャーだということなんですけども、うん、アメリカさん的にはパール使ってるんですか、それと Python ですか。両方使っていまして、ちょっとちゃんとしたやつは Python で書いてます。ただちょっと1回しか使わない解析のとかはパールの方がどうしても書き慣れてるのでパールで書いちゃうんですけど、Python の方が厳密で割ときちっと書けるので、例えば文字列だったものをいきなり数値として扱えないみたいな縛りがあるので、うちのパイプライン、次世代シーケンサーのパイプラインなんかは Python で書いてます、はい。プログラミング言語は明日は変わるなんですけども、その Python がいいとかそのあたりの記号があったら、そのあたりもぜひアンケートで書いていただきたいと思います。質問ありますでしょうか。近場からこのシェルのスクリプトっていうものを書いていくと、まあ、このエディターが賢くて色をつけてるんですけど、色が何種類あってそれぞれどういうものなのかっていうのはどうか調べられるか。あ、今何をお使いですか。ジエディットですか。ちょっと あんまり我々抑えきれてなくて、ちょっと検索して調べていただいてくださいっていう感じになっちゃいます。すいません。はい、なんかいやすごい素朴な質問なんですけど、テストさんのシェルスクリプトに何かを見ると引数を変数に入れてその変数をわざわざ呼んでるじゃないですか。はいはい。なんかすごい無駄に理解してる気が素人的にはするんですけどなんか引数そのまま呼んじゃえばいいじゃん。あー、そうですね。はい。あ、1回変数に入れるといい点としては、例えばファイル名がファイルっていう名前の変数に入るので割と明確になる。引数の2番目が確かファイルでって言ってドル2ドル2って書くこともできるんですけれども、ちょっと間違えちゃうかなっていう、名前分かりづらいかなっていうのと、あ、でもそれぐらいですね。大丈夫だと思います。あ、はい、僕は誰でしたっけ。松本さん、スクリプトを書くときにファイル名を変数とかで入れるときがあると思うんですけども、そうしたときにプロンプト上だとタブキーでファイルテストが出るんですけど、スクリプトで書くときには、うん、なんかタブでやってもなんかワンスペースみたいな大きいの入っちゃったりして、そうですね、それはどう、なんかうまい方法だったりするんですか。それに気合い入れて間違いがないようにしていくかないのかっていうのをちょっと教えていただきます。一回ここで見といてコピーしておくか、もしくはすいませんちょっと VI になっちゃうんですけど、VI だと編集中にコンマびっくりで LS とかできるので、私はこうやって確認するんですけど、最終的には目で見て、はい、コンマびっくりリストで L で、はいはい、目で見て打つしかない。そうですね、もしくはもう一個立ち上げといてそこからコピーするか、保管はできないです。はい、ありがとうございます。ちょっと前倒し気味でやってます。で、午後で皆さんお腹いっぱいになって眠くなってくる頃だと思いますので、ちょっと実習多めで休憩時間も多めでやりたいと思います。前半のところで何かご質問ありましたら今受けたまわりますが大丈夫ですか。では、午後1
早速予告していたクイズの第1問です。これ社員みんなでクイズを募集しまして、今日のシェルと明日のパールクイズがいくつか出てくるんですけど、社員みんなに考えてもらって、NGS 即習コースで出すんですよって言ったんですけど、なんか何がこううまく伝わらなかったのか、みんな割とすごい難問を出してきまして、こんなの解けないだろうみたいなのが多かったんですね。でちょっとレベル難易度を参考までに星で示しています。星1は主に私が考えた問題で、ここまでの講義内容を理解してたら解けるだろうっていう問題が星1つですね。で星2つがちょっと応用編みたいな感じで、星2つ解けたらもうなんか完全に理解できてますねっていうのが星2つで、星3つが主にうちの社員が作ったクイズなんですけど、ちょっとなんかこれ解けたらすごいだろうみたいな、私も実際結構間違えてるレベルが星3つです。で特にこれ全問正解しても何も差し上げられないんですけれども、ちょっと全問解けたらすごいので、全問解けた方は最後にちょっと教えてください。アメリエフでちょっとどれぐらいいたかっていうのを報告したいと思います。はい。で第1問ですね、これ星1つの問題です。こんなスクリプトが、シェルスクリプトがあります。これをここの黄色いコマンドで実行すると、実行結果は A、B、C、D のどれになるでしょうかっていうのを挙手で聞いてみようかなと思います。ちょっと考えてみていただけますか。ちょっと10秒ぐらい考えてみていただけますか。はい、はい、じゃあ聞きます。 A だと思う方いない、 B だと思う方いらっしゃらない、どっかにあげてくださいねC だと思う方、お、ありがとうございます。 D の方、そうですね、すごいですね。はい、正解 C ですね。バッチリですね、皆さん。はい、なんかちょっと間違えてくれないとつまらないんですけどなんでかって言いますと、バッシュシェルスクリプトの後にI スペースラブスペースバイオインフォマティクスを書いてますので、それぞれ I がドル1、ラブがドル2、バイオインフォマティクスがドル3に入りますので、エコー V2 をしますとラブが出ます。はい、ここの肝は、引数が空白区切りで与えますよっていうところが分かってれば解ける問題でした。皆さんバッチリですね、ありがとうございます。で昨日ディレクトリを作るコマンドはメイクピアってやってないですよね。じゃあ大丈夫です。Linux でディレクトリを作成するコマンドがありまして、 mkdir メイクディアって呼んだり呼ばなかったりしてるんですけど、使い方がメイクディアの後に作りたいコマンド、作りたいディレクトリの名前を複数指定しても大丈夫です。いくつかスペース区切りで指定するとその名前のディレクトリを作るっていうコマンドです。なのでこういうこのメイクディア3ムーンっていう一行書いたシェルスクリプトを作って実行していただくと、サンとムーンという名前の空のディレクトリが2つ、これを実行している場所にできますっていうのが前提のお話で、で早速実習、次の実習なんですけれども、このディレクトリを作るシェルスクリプトを作っていただくという実習です。で作るのはサンとムーンというディレクトリを作っていただきたいんですが、それ中に書くのではなくて、午前中引数やりましたね、引数を使ってサンとムーンって書いてください。バッシュテスト 4.sh サンムーンって実行すると
サンとムーンっていうディレクトリをメイクディアで作るっていうスクリプトを書いてください。でこれここからあのサンプルのシェルスクリプトのコードを表示しなくなりますので、あの考えて書いてみていただきたいと思います。名前はテスト 4.sh にしてください。でこれあの作ったら実行していただいて LS であのサンとムーンっていうのができているっていうのを確認してください。そしたらその後もうちょっと続きがあって、そしたらもう一回同じコマンド、バッシュテスト 4.sh サンムーンっていうのを実行してください。そうすると2回目はエラーが出ると思います。これエラーが出て正しいですけれども、エラーが出るっていうのを2回目でエラーが出るっていうのを確認するところまでで2周4になります。これをそうですね7分でやってみてください。はい、名前もテスト 4.sh という名前で作ってください。で、引数でディレクトリ名を2つ受けて mkdir するということで、あこれちょっといろいろ書き方あるかもしれないです。一番短いのがこれだと思います。これが一番短いパターンで、もうちょっとこれ一回変数に入れて分かりやすくするみたいなのだと、こんな感じですかね。でまあちょっとこれ1回でやらないで MKDIR を2回実行していただいてもいいです。これ同じことなのでどれでも大丈夫なんですけど、ちょっと実行してみますね。動くか。あでちょっと実行する前に、じゃ あの LS で今あるもの、今ここにsh ディレクトにあるのはあのこういうディレクトリとファイルで、今サンとムーンっていうディレクトリはない状態です。ここでバッシュでテスト4の sh 実行しますと、あ怒られた、あそっかすいません。で引数を与えないといけない。でバッシュテスト 4.sh のスペースサンスペースムーンを実行すると、特に何にも出ませんけれども、この後 ls していただくとサンとムーンっていうディレクトリーができてます。で mkdir ってディレクトリー作るだけのコマンドなので、あの中身は空です。あの何も入ってないです。でですね、あのディレクトリーできました。サンとムーンがある状態でもう一回同じコマンドを実行してみますと、今度エラーが出ると思います。エラーメッセージが mkdir cannot create directory 3 file exists、 この mkdir というコマンドがあのすでに存在するディレクトリーを作ろうとすると起こるですね。はい、もしかしたらでもなんか存在する場合は作らないみたいなオプションが mkdir にあるかもしれないんですけど、ちょっと今それは置いといて、じゃあこういうような時どうしたらいいのか。シェルスクリプトで結構あると思うんですけど、出力しようとするファイルがすでに存在する時はちょっとあの違う名前にしたいとか あると思うんですけど、そういう時にどうしたらいいかと言いますと、あそっか、あの言いますとなんですけど、あの この課題実習用について何かご質問ありますか。こんな書き方でもいいんじゃないかとか、なんか全違うように書いたよみたいな方とかいらっしゃいますか。大丈夫ですか。特にないですか。
そうしましたらちょっとスライドに戻りまして、こうエラーになりますね。1回目はうまくいって、ディレクトリが3ムーンっていうディレクトリができるんですけれども、2回目実行するとエラーになります。それはすでに存在するディレクトリに対して同じ名前のディレクトリを作ろうとしているからです。でシェルスクリプトでこういう時どうしたらいいか、条件付き処理っていうのを使うとこういう時に回避できます。条件付き処理って、まあ、その名の通り、なんかこの条件を満たした時だけこれを実行するみたいな処理なんですけど、今回の例で言いますと、作ろうとしているディレクトリがあります。3ムーン、それが存在するかどうか調べます。で存在しない場合のみメイクディアするっていう風にすることによってエラーが出なくなるようにできます。よりちょっと本物っぽいというか実用的なシェルスクリプトにすることができます。なのでそのちょっと条件付き処理について少しご説明します。で条件付き処理ですが、シェルスクリプトですとこういうような構文になります。if スペース1個入れて四角括弧でスペース入れて条件、ちょっとここの条件いろんな書き方ありますがちょっと後でご説明します。で四角括弧閉じて全なんか処理で fi で閉じる。でこのスペースもないと怒られるのでちょっと厳密に入れてあげてください。でこの処理文のところは頭をちょっと下げてあげるとプログラムスクリプトが見やすくなると思います。全部行頭に揃えていただいても動くんですけれども、後で見た時にこの中にいるんだよっていうのが分かりやすいようにタブ1個でもいいですし、半角スペース4つとかでもいいですけど、その辺はお好みなんですがちょっと下げていただくといいかなと思います。でこの構文を使いましてディレクトリが存在するかどうか、ディレクトリが存在しない場合のみメイクディアするみたいなスクリプトを書くにはどうしたらいいかっていう話をしていきたいと思いますが、そのディレクトリとかファイルが存在すればしなければみたいな条件の書き方がこんなような決まりになっています。ちょっと左上からご説明しますと、ファイルなんとか、これなんかファイル名だと思ってください。置き換えてください、実際のファイル名に。ファイルなんとかが存在すればこの処理をするっていう時は if の中に -e のファイル名もしくはそのファイル名が入った変数を書いてあげてください。 if-ea.fastq だったら a.fastq が存在した時だけこの中の処理を実行する、存在しない場合はこの中の処理は実行しないっていう構文になります。でちょっと左と似た意味なんですけど、もうちょっと細かい指定がありまして、-e のところを -s にしていただくとファイルが存在してかつサイズが0でなければっていうこういう条件も付けられます。つまりe だと空のファイルでも あれば OK になっちゃうんですけど、 S の場合は存在してかつ、まあ、一文字でもなんか入ってるサイズが0じゃない場合っていうもうちょっと細かい条件になります。で下の2つが今度はディレクトリの存在確認でして、左下の -d でディレクトリ名にしていただくとこのディレクトリが存在すれば存在した時だけこの中の if の中の処理を実行するという意味になります。で今回はディレクトリが存在しない場合のみディレクトリを作成するということをしたいので、
条件をひっくり返すんですけれども、そういうふうにディレクトリが存在しなければ -d の反対にする場合は -d の前にびっくりマークをつけてあげてください。そうすると意味が逆転します。 if びっくりマークの -d のディレクトリ名にしていただくと、このディレクトリが存在しなければ、存在しないときだけこの中の処理を実行するという意味になります。でこの辺も半角スペース1個ずつ入れてあげないと怒られるので、気をつけてください。これ、まあ、こういうものなんですけど、何かご質問ありますか？大丈夫ですか？じゃあ早速次の実習をやっていただこうと思います。テスト 5.sh というシェルスクリプトです。で、どういう動きをするシェルスクリプトかというと、3点仕様がありまして、2つのお好きな名前のディレクトリを作成してください。でディレクトリ名は引数で受け取るようにしてください。あ、受け取るというか引数で指定するようにしてください。でここまでは多分さっきの1個前のスクリプトと一緒なんですけれども、違うのがここですね。ディレクトリが存在しない場合のみのみ、あ、しない場合のみ mkdir するっていう、これですね。これを使ってほしいですね。この1個前のページのこの処理を入れて、mkdir するかしないか条件分岐させるっていうスクリプトです。で、同じ引数で2回実行して、2回目も今度はエラーが出ないっていうことを確認いただけたら、OK です。ちょっとなんか若干いきなり課題が乱暴になってきましたけども、大丈夫でしょうか？イメージできますでしょうか？ちょっと次のページに回答があったりするんですけど、なるべくこう見ない感じでちょっと考えて書いてみていただければと思います。ではこれちょっと長めに時間いただきまして、早く終わった方は小休憩を取っていただければと思いますので、そうですね、じゃあ20分ぐらい取ります。では今からお願いします。すいません、今ご質問いただいて私は分からなかったんですけど、どなたかご存知の方がいたら教えていただきたいことがあって、ディレクトリの存在確認でディレクトリがあるかないかじゃなくて、ディレクトリのサイズとか、あとサイズって何ですかね、中が空かどうかとか、そういうもうちょっと一つ条件加えた判断とかってあるんですかね。私はちょっと知らないんですけど、ご存知の方とか いらっしゃったりしますか？ないかもしれないですね。で、他の手段としては、例えばシェルスクリプトの中で ls でそのディレクトリがあるか確認した後に、そのディレクトリの中身を ls で見て、その中 ls の結果をこうなんか解釈するとかっていうとかですかね。どうでしょう、もっとスマートなやり方があるかもしれない。すいません、ちょっとこういう比較のもう記号であるかどうかちょっとわからないです。ありがとうございます。ディレクトリ削除するコマンドって何でしたっけ？空であれば、ディレクトリを削除するコマンドって何でしたっけ？ありがとうございます。空であれば rmdir、
からだったら、RMDIR で消せるんですけど、ディレクトリの中に何か入ってるとあの RMDIR だと消せないので、その時はあのファイルとか消す RM コマンドで -R つけていただくとディレクトリ消せます。ちょっと実行するときはご注意ください。アミリエフディレクトリごと消したりしないようにご注意ください。さっき の1個前の質問のやつも誰かつぶやいておいてください。あ、ぜひお願いします。あのディレクトリの存在確認で、なんか例えばディレクトリがあるかないかだけじゃなくて、もうちょっとあの情報付随したような条件であの確認できるかっていうご質問でした。そうですね、シェルファイル存在確認とかでググると、だいたいこの辺ディレクトリの場合はこうみたいなのがまとまって1ページで出てくると思うので。あ、はい、EU の後にディレクトリ名を入れるとサイズが出てきます。おお、 DU、あ、DU、それで判断する。DU の。そう。ディレクトリの存在確認についてなんですけども、1つだけ今指定してるんですけども、2つとか3つとか複数指定っていうのはできるんでしょうか。もうちょっと詳しく言うと、例えば、ディレクトリ1は存在してかつですか。そう、2もあって複数条件を合わせるってことですね。できます。それもじゃあちょっと答え合わせの時にご紹介します。はい、そうですね、あの DU で DU コマンドをシェルの中で実行していただいてサイズが取れるので、それをこうなんかうまいことこの取っていただいて頭の数字の方を使って判断するみたいな感じなので、ちょっと一手間いるかもしれないですね。はい、ありがとうございます。その4って数字は何ですか。あそっか、でもディレクトリだと全部4になるんでしたっけ。そうじゃん、あ違うか、からだから4なのかな。からだから4ですかね。からだったら0、あ4、からだったら0っていうのは今どこになるか。ちょっとなんか入れてみますか。じゃあからだったら0、からだったら0、今あのディレクトリからからなんですけど、環境によって、なんか入れ、それ SUN と対応のみよっていう、そういう感じなんですかね。マックの環境だとゼロだ。でもこれマックで。あ、そうか。バイオリナックスですね。厳密に言うと、今は OS は、はい。バイオリナックス環境だとそれはあのファイルサイズ4ってなって、マックのターミナルだとゼロになる。そういうことです。あ、そういうことです。あ、ちょっとじゃあ挙動が違うんですね。ありがとうございます。ちなみにあの後ろに座っている3人がアグリバイオ側 の TA ということになります。あの緑の人が西岡さんという人で、その隣が丹さんで、
先ほどさんに今発言した人が孫君です。あれ英語の3と同じです。ああ。はい、いかがでしょうか。あとまだ3分ぐらいありますけれども、なんかご質問あったら今の時間でも。はい、さっきの質問の答えは 4K っていうサイズだったっていうことなんでしょうか。DU のまあ、そう EU の3ってやって4、3って出てきますね。はい、はい、3っていうフォルダのサイズが 4K だったっていう。そうですね。で Mac だと0になるからのディレクトリだとこの結果が0になるそうです。で試しにちょっと DU の AH の SH アンサーってやつをやっていただいて、はい、その中のフォルダのやつが全部0、0、0って出て最後に、はい、64K の SH アンサーって言って僕にやっぱり64なのも分かりまして、はい、DU コマンドが指定したところ以下にあるファイルのサイズとディレクトリのサイズを出してくれるコマンドなんですけど、これが SH アンサーディレクトリ以下の全部のサイズですね。はい、では答え合わせします。テスト5ですね。テスト 5.sh で、ディレクトリー2つを引数で名前を受け取って、ディレクトリーが存在しない場合のみ mkdir すると、で2回実行して2回目もエラーが出ないことを確認するという問題でした。どうしようかな。こんな感じですかね。最初にドル1とドル2変数引数の1番目と2番目を dir1 と dir2 という変数に入れてます。で次に if 文、さっき出てきた if 文で、びっくりマーク -d dir1 で dir1 がという名前のディレクトリが存在しなければ、これ仮にこういう名前のファイル名が存在してもこれは関係ないです。ディレクトリが存在するかっていう確認なので、こういう名前のディレクトリが存在しなければ mkdir dir1 するっていうのですね。これじゃあちょっと別の、あ、そっか、ちょっと見えづらい。じゃあこれを実行してみます。で、引数を2つ与えないといけないんですが、何でもいいんですけど、そうですね、サンとムーンさっき使っちゃったので、ちょっとテキストだと DNA と RNA とかにしてるんですけど、実行します。そうすると
DNA と RNA というディレクトリができています。でもう一回同じコマンドを実行してみます。はい、怒られないです。それはこの if 文が効いてて、1回目実行した時は DNA と RNA というディレクトリが存在しなかったので、この条件を満たして mkdir どっちも実行されて、できたんですけれども、2回目実行した時はもうすでに存在しているので、この if 文でこの条件満たさないので、この中実行されないされなかったんですね。なので何も起こらなかったっていう、2回目だと何も起こってない、だからMKDIR も実行してないからエラーも出てないっていうことになってます。でご質問さっきいただきました、この指定したディレクトリ名が2個とも存在すればみたいな、条件2つ合わせ技でやるような場合ですね。そういう時はどういうふうに書くかっていうと、プログラムされている方だとand or って言いますけど、かつですね。and の場合は、2つの条件を並べて書いていただいて、間に -a ってこれが and。この場合は両方存在しない場合だけここ中実行になります。O になります。 O の場合はここが O になりまして、そうするとどっちか条件どっちかだけでも満たしたら中いきます。このスクリプトについて何かご質問ありますか？どうぞご遠慮なく何でも。このままだと早く終わってしまいますのでぜひ。あ、大丈夫ですか？トラフなんですけども、実行するときに例えばメイクリアルでやって、先にそっちが来て、その時に条件があるような実行のされ方をなんとなく考えるんですけれども、なんかこの構文だと、もしこういう時にはこうしなさいみたいな、先に条件を出してて、で後で実行するような内容が出てくるんですよ。でもなんか実行する時に先にもうディレクトリを作りたいとかいう時にメイクリエでこれを作るというような感じがするんですけど。順番がなんとなく逆のような感じがするんですけど、そんな感じです。あ、すいません、ちょっと説明しづらいですけど、なんか感覚的に違和感がある感じですか？初めになんかやりたいっていうか、初めにやりたいのはこれですもんね。はぁはぁはぁ、その時に何かあったらどうしてくださいっていうのが、なんか動いていくのかなと思って、その辺までちょっとバタバタしてます。あ、いえいえ、なんか加藤先生コメントありますいや、まっさらな状態だと何も考えずに MKDIR でいいと思います。なんかあるかもしれないっていう時に、まあないことの確認を一応なんかダブルチェック的になるというのは、多分これなんだろうなっていう感じです。今の話ですと、そのコマンドを実行して何かあったら
対応するっていう形にしたいっていうことだったんですけど、シェルスクリプトとかそういう昔の言語は先に条件で分けてしまうっていうのが必要だったんですが、今使われている言語とかだとおっしゃった通りに実行して何か例外が出たら、別の処理をするっていうような書き方ができるようなものがありますので、もしよろしければそういうのを勉強してみてください。オブジェクト指向言語と呼ばれている言語で、具体的には Java ですとか、あと Ruby、 あと今日は Python とかもそういった仕組みになってますので、もしよろしければ触ってみてください。はい、ありがとうございます。昨日中里先生の時にバイオリナックス上のコマンドを例えば Windows OS 上になんかこうコピペするとか、なんかファイルコピペとかっていうのはできるようになったんですけど、Windows とかでなんかそのテキストでコードとかを作っておいて、バイオリナックス上にコピペしたいなって思ってもできないんですけど、あ、はい、なんか例えばコントロール C とかでコピーしてコントロール V ができないとかっていうのは分かったんですけど、これ2クリックでコピーとかっていうのだと、まあ、例えばできるとかっていう話になってて、それをやろうとしてもやっぱりできなかったんですよ。そのあたりはい、バーチャルボックスの問題になってくると思うんですけれども、バーチャルボックスとあとそのホスト側 Windows とか Mac 側でクリップボードを共有できるかできないかっていうところになると思うんですね。で一応バーチャルボックスの設定でそのホスト と、この載ってるやつでクリップボードをシェアする設定にはなってるんですが、ちょっとお昼お話ししたところだと、ちょっとこのバーチャルボックスのバージョンだとうまく機能してない場合があって、最新版だとこれができたりするっていうお話伺ったので、ちょっと機能本当はできるはずです。ここのシェアードクリップボードで双方向になってるので、普通にどっちかでコピーしたものはもう片方側に持ってってペーストで本当はできるはずなんですけど、ちょっと今できてないのはその辺なのかなと思います。インストールするときに我々が多分インストールしたバージョンからなんか2つぐらいなんか一番右側のドットの跡が上がってたと思うんですけども、うん、バージョンアップっていうのはでもそういうふうなバグがあったときに修正したものをまあ提供する、そういうことなんだよね。そうですね。ただちょっと1点ご注意いただきたいのが、このお配りした仮想環境を作るときにちょっと使ったバーチャルボックスが弊社内のバーチャルボックスのバージョンが古かったので、最新版のバーチャルボックス入れられた場合にこれもしかしたら開けないかもしれないので、そこだけご注意ください。はい、今皆さん動いてると思うんですけど、なのでまた一からまっさらに作られるんであれば最新版でお試しいただけると多分コピペできるようになってるんじゃないかなと思います。すみません、ちょっと時間過ぎてみましたけど、あ、いえ、全然大丈夫です。はい、引き継いで渡したディレクトリの中にファイルが存在したかどうかっていうのところに対してはちょっと一回総数作って実行してみてなんですけど、ハイフン Z でその後に ls コマンドを使ってその例えば引き継い一番のこれだったらディレクトリのっていう変数でこうチェックさせてあげて、はい、実際にその戻りがゼロかどうかっていうことに対してで、そのファイルがあるかないかっていうことにチェックできるっていうふうに形で、すみません、私も調べながらで申し訳ないです。それとちょっとここのところだけです。実際に引数のところで今、まあ、自分変数のところを申し上げてますごめんなさい。ここで ls に対してでそのだが DR1 という形でここのところでもその評価の部分のところが0かそれとも0じゃないかという形の評価をさせて、でもし0だったら中が入る、そしてもファイルという形でしたんですね。でそれで一回やってみると、で例えばこれ部分というところが第一引数のファイルとするんですけど、今はファイルを作ったんです、うんうん、でファイルをこれを消ちゃう、消す、で、ない状態です。
これで、で、もう一回、じゃあ実行します。そうすると、ノーファイルという形で出てくるので、こういう形でチェックできます。ハイフン Z って何なんですか？私もちょっとインターネットで調べましたあのハイフン Z 以下に実行する Linux コマンドを指定していて、その結果が真だったらみたいな。ここにあるんですね。ディレクトリとファイルっていうところがちょっとあったん でそれで調べたところハイフン Z さんが全部で検査するっていう意味があって、それを使うありがとうございます。勉強になります。一番最後はなるほどですよね。ありがとうございます。いろいろできますねそしてあのネット上に結構公開してる方がいらっしゃるんですね。ありがたい。で、条件付き処理なんですけれども、今ディレクトリがあるかないかとか、ファイルがあるかないかとか、あとちょっとあのもうちょっと応用編なあの -z とか調べていただいたんですけど、条件付き処理、あのこういうあるなしじゃなくて、変数ある変数が ある値より大きいかとか、ある値と等しいかとか、そういうような条件も指定することができます。例えば変数 A、 これあの変数が数値の場合ですけれども、変数 A が100より大きければこれを実行してくださいとか、変数 B、 これ文字列の場合ですけれども、変数 B がキャンサーという文字列でなければこれを実行してくださいみたいな、あの条件指定もできます。で、このような値の比較には比較演算子と呼ばれるあのものを使います。これですね、この -eq とかNE とかで、あの数値を比較する場合と文字列を比較する場合でちょっと書き方が違いまして、数値比較する場合は、例えばあのこれ、まあ、どっちか変数でどっちか値、もしくは両方変数でもいいんですけど、だと思ってみていただきたいんですが、 A イコール B なら、 A と B が数値が等しいならみたいな時は A スペース -eq スペース B っていうふうに書きます。これ if 文の中とかに書きます。で、そうじゃなくて等しくなければの場合は -ne、A が B より小さいならなら -lt、以下ならなら -le みたいな感じで決まっています。で、一方文字列の場合は A と B が同じなら、同じ文字列ならならイコール、これイコール1個ですね。で、同じでなければ異なる場合はびっくりイコールでつなぎます。これちょっと 例が次のページにありまして、テンパラチャーっていう変数に、あのなんか引数から取った値を入れてまして、 if 文でこの変数が -ge っていうのが、以上ですね、この変数が30以上だったら echo is it hot today と出力するみたいな、あのこれ変数 あの数値比較で条件を変えているような例ですね。で、条件処理 if 文なんですけれども、あの if 文だけだとあのそれを満たすかどうかだけなんですけど、複数の条件を指定することもできます。構文がこういう感じになりまして、if 条件1全なんとかで、ここですね、ここが増えているところで、 elif 条件2で、条件1を満たさなかったけれども条件2を満たした場合はこれを実行するっていうような、あの2個目3個目の処理を書くことができます。で、 elif はあの 何回でもここに書くことができます。 elif 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 って書いて、で、あの最後に else でどの条件にも引っかからなかったときはこれを実行してくださいっていうのも書くことができます。
ただあのエルイフとエルスはあの省略できるというか書かないこともできますので、そうするとあの最初の作ったイフ文だけのような感じになりますけれども、でこのエルイフとかエルスとか使った場合の例がこのページにあります。テンパーチャーが30以上だったらあのホットイナフフォーユー、暑いねと出力して、 LIF、テンパーチャーが10以下だったら寒いねと出力して、どれでもなかったら今日はいい日ですねと出力するみたいな、こういう感じで使います。はい、条件付き処理この辺までなんですけど、ご質問ありますでしょうか。そうかなっていう感じですか。大丈夫ですか。ではあの理解されたかどうか確認するためにちょっとクイズをここで、あ、難易度2が出てきましたね。難易度2、こんなスクリプトがあります。でこれの実行結果は ABCD のどれになるかっていうのをお聞きしたいと思います。ちょっとあの考えてみてください。なんか最初に MKDIR しています。で CD チェンジディレクトリですね、その DIR 作ったやつの中に移動しています。でなんか if 文出てきますね。 -f って何でしたかね。 -f ああ タッチっていうコマンド今初めて出てきましたかね。そうですね、あすいません、タッチっていうコマンドはあの厳密に言うとファイルとかディレクトリのタイムスタンプを変えるコマンドなんですけど、あのこういうふうにしていただくと、ここにファタッチで指定したファイルが存在しない場合はこの名前のファイルが空のファイルが作成されるっていうコマンドです。ここではまあ、あのこの名前のファイルを作るコマンドだよぐらいに思ってください。タイムスタンプを変えるっていうのはどういう意味どう、先ほど説明ですね、タイムスタンプっていう言葉の意味があんまりよく分かってないんですけど、あの更新日付みたいなのあるじゃないですか、ファイルの ls-l とかで見ていたと、それがアップデートされるぐらいの、すいません、知識しかありません。更新日時か、はい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 、分かりました。中身は変えないでその日付だけ変わるみたいな。ちょっと難易度2ぐらいから結構あの間違えるとか、ま、よく何を言ってるのかわからないみたいになってきて、3点も結構すごいですよ。3も後で出てきますけど、ちょっとお楽しみに。じゃああのとりあえずどこかに手を挙げていただきたいと思うので1個決めてください。では聞きます。A だと思う方いらっしゃらないですか。じゃあ B だと思う方、あ、多いですね。 B の方多いですね。 C の方いらっしゃらない。 D の方、あ、いらっしゃいました。 D の方ちょっと聞いてもいいですか。なんでエラーになると思う。はい、あ、すいません、まだディレクトリしかなくて、
するテキストは存在しなくて、それに対して使えられないと思います。ああ、そうなんですね。すいません、ちょっとこれはご説明が悪くて、あのないファイルに対してタッチ実行するとあのファイルができるんですね。なのでエラーにはならないです。すいません、これは私のご説明が足りなかったです。はい、では回答です。 B ですね。皆さんあの正解率が高いですね。早くあの難易度3を出したいと思います。どうなるかというと、 DIR3 とfoo.txt というディレクトリ1個とファイル1個が作成されます。どういうふうに動くかといいますと、まずあのここで mkdir dir3 ってやってるので、 dir3 っていう名前のディレクトリができます。でちょっとこの辺あのダブルコーテーションあったりなかったりして若干あのすいません、あの統一されてないんですけど、あのまあ同じ感じになりますね。で、次で DIR3 の中に移動します。次が if 文で、びっくりマークの -f の foo.txt、これは foo.txt っていうファイルが f って存在 ここまでで -f foo.txt までで、foo.txt というファイルが存在してかつ空でなければっていう条件になるんですが、これをひっくり返しますので、あのこのファイルが、まあ、存在しなければでみたいになりますので、今回あのこの作りたてのディレクトリなので中にファイルないのでこっち行きますね。でタッチ foo.txt でここで foo.txt っていうファイルができます。なので、DIR3 というディレクトリと foo.txt というファイルが作成されるっていう流れになります。あ、ご質問が。ハイフンの F がファイルが存在して、うん、かつファイルサイズが0でないっておっしゃいましたね、うんうんうん、でそれの打ち消しなので、うんうん、ファイルが存在するまたはファイルサイズが0である。あ、はいはい、あすいません、じゃあちょっとあれですね、ハイフン F のご説明が悪かったんですけど、ハイフン F を例えばこう言い換えるとどうでしょうか。あのサイズが空じゃないファイルが存在する、中身に何か書かれてるファイルが存在するっていうのがハイフン F だとすると、それをひっくり返すと、うん、サイズが0であるファイルが存在しない、いやあのサイズが空じゃないファイルが存在しないあのそうですね、あアンドじゃないと思うんですよね多分、あのごめんなさい、カツとか言っちゃってるのであれなんですけど、あの要はファイルが存在するかしないかが一番ベースで、その F の時はその存在するファイルのサイズまで気にしてるんですけど、あのうんそうですね、誰かスパッと回答できるあのサイズがなんか JS じゃなかった、うん、ファイルがあるかどうか、サイズが0じゃなければというのはそのスライドメントにもマイナス S ですか、F だから、ファイルかどうか、ファイルを存在するかどうか、あ、じゃあすいません、サイズ関係なかったです、ごめんなさい。42のマイナス E はファイルかディレクトリのどちらかがあればみたいな意味だった気がするんですけれども、あ、そうなんですか、ディレクトリにも、ディレクトリでもマイナス E は認識された、イグリストみたいな意味だったと思います。あ、そうなんですね、ディレクトリに限定する場合は D、さっき実習でやったって E ですね、はい、ハイフン E でやったらディレクトリは認識されなかったの で、はい、私のところではされませんでした。どうしたらいいと
皆さんが今の時に確認するんですよ。これはこうだ。それで F はどう？だから存在でするかどうか。で結局 F と S を2回こう整理してください。あ、もう一回押さないでお願いします。すみません、F って出てきてなかったんですね。ここですいません F を言ってたつもりで、あのすいません E だったんですね、ここごめんなさい。はい、クイズここまででしたかね、ここまででしたかね。はい、でちょっと続きです。実習後で書いていただいたスクリプト、こんな感じのスクリプト書いていただいたかと思うんですけれども、なんか同じことを何回も書いてる感じがしませんか。ちょっとなんか例えば if 文2回書いてますけど、ここ dir1 が dir2 になってるだけであと同じことしてますよね。これなんか2回書かなきゃいけないのかなっていう、ちょっとめんどくさい感じがします。で今回ディレクトリ作るディレクトリが2個だから、まあ2回同じこと書いてもいいですけど、100個作らなきゃいけない場合はここの構文を100回書かなきゃいけないのかっていうと、ちょっとそれ嫌ですよね。大したことしてないのに無駄にコードが長くなっちゃって。でこういう場合に、繰り返し処理というのを使うと、同じような何度も実行する処理は1回書くだけで大丈夫になります。はい、で繰り返し処理どういうふうに書くかといいますと、いくつか書き方があります。まず1個目、for文って言ってるやつですけども、 for で始まるやつですねの書き方ご紹介します。for って書いていただきまして、1個変数名なんか決めていただいて、 in って書いて、あと値をいくつか書きます。で次に do と書いていただいて、 done と書きます。で do と done の間にその処理を書きます。これを実行しますと、この in の後に指定していただいた各値についてこの処理が実行されるっていう処理になります。ちょっと具体例をお見せします。でちょっと早速すいません、スクリプトの修正がありまして、この繰り返し処理のページのこの in の 1.100 っていうところを、これなんて言うんですかね、シングルコートじゃないんですけど、こう左上から右下に向かってるこうダッシュみたいなやつ、なんて言うんでしょう。で囲って SEQ のスペースの1スペースの100って書いてください。でこれは何かっていうと、1から100まで1刻みの数っていう意味です。ちょっとこれすいません、これも言い訳になっちゃうんですけど、パールとか R とかシェルとか書いてると混ざるんですね。混ざっちゃって何にも本見ないで書くので、動かしてみて怒られて気づくみたいな感じで通常やってます。はい、これ動かすとどうなるかといいますと、この in の後が seq1100 ってなっているので、1234ずっと1個ずつ増えてて100っていう1から100までの整数になりますので、それに対してそれを1個ずつファイルという変数に順番に入れていって、この中の処理をするということで、ここでタッチがまた出てきますけど、タッチドルファイルということで、1から100までの名前100個のファイルを作るっていう処理がこの4行でできます。これ意味わかりますか。
なんとなく。よろしいですか。で、ここそうですね、この繰り返し処理の先はまあいろんな書き方があって、ちょっとじゃあ if 文の、あ、if 文じゃないです、for文の確認のために1個クイズをここでまた出させていただこうと思います。こんなスクリプトがあります。F1 イコールドル1、 F2 イコールドル2、アウトイコールドル3、変数3つ定義していて、それぞれ引数を突っ込んでいますね、順番に突っ込んでいます。で、このあと for 文が来ます。 forF、 これ変数ですね、 forF in ドル F1 ドル F2 do head-n2 のドル F リダイレクトドルアウトダウンとなっています。この記号大丈夫ですかね。これこのヘッドコマンドの実行した内容をこの名前のファイルに書き出すっていう意味なんですけど、これ大丈夫ですかね。やってないかもしれないですね。はい、やってます。やってます。あ、じゃあ大丈夫ですね。で、そこのスクリプトを、こういうコマンドで実行します。1つ目の引数がヘアピン .fa、 2個目がマチュア .fa、 3つ目がアウト。これを実行すると ABCD のどれになるでしょうか、というのをまたちょっと1分ぐらい考えていただいて、ちょっと手を挙げていただこうかなと思います。はい、じゃあちょっと聞きたいと思います。繰り返し処理のクイズです。A になると思う方、 A になると思う方いらっしゃらないですか。じゃあ B になると思う方、あ、 B の方多いですね。 B の方一番多いです。 C になると思う方、あ、 C の方が多いですね。割れました。じゃあ D の方はいらっしゃらない。はい、B か C で割れましたね。これ正解C です。これちょっと繰り返し処理じゃないところのあれで問題題なんですけど、このリダイレクトって上書きになるので、多分皆さん B ってされた方は繰り返し処理についてはよく分かってらっしゃると思うんですけど、この最初1回目 F1、ヘアピン .fa に対してヘッドした結果がドルアウトに出るんですけど、次マチュア .fa に対してヘッドした結果がドルアウトに上書きされちゃうんですね。なので C になるという、ちょっと法文と関係ないところの引っ掛けでした。で、B みたいに両方ファイル両方2個とものヘッドの結果を全部結果に出したいっていう時はどうすればいいかというと、ここのリダイレクトしてる記号を2個にしてください。大なり2個にしていただくと追記になります。1個だと上書きなんですけど、2個だと追記になるので、そうするとヘアピン .fa のヘッドの結果の後にそれは残したままマチュア .fa の結果が出るようになります。法文でした。ご質問ありますか。よろしいでしょうか。あ、はい、さっきの繰り返し処理の例のところなんですけど、はい、タッチでドルマークでファイルってやって、結局出てくるのは1から100っていう名前のファイルが出てくる。1っていうファイル、2っていうファイル、2っていうファイル、はいはい。そうすると、なんちゃらの1とかつけたいときは、なんちゃらの、ああ、
ファイルで用意。そうですね。入れてあげて、なんか前に何かつけてあげたら、あ、ごめんなさい、この話をされてる、タッチの後、タッチの前に緑マークがあるんですか？あ、ごめんなさい、いらないです、いらないです、いらないです。のファイル名のところをなんか文字列として、なんちゃらの E なんかの 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 E。例えばアウトアンダーバー1、アウトアンダーバー2、アウトアンダーバー100にしたいときは、あのこういうふうにしていただければ、多分ダブルクォーテーション、わかりました、はい。あとはありますでしょうか。よろしいですかね。はい、では、ちょっと実習続きますけれども、あの実習6やっていただきたいと思います。あれ、ちょっと名前がここテスト5って多分作りましたよね。今度 6ですかね。ファイル名テスト 6.sh かもしれません。で、どういうスクリプトかというと、今度3つディレクトリ作ってください。でディレクトリ名は引数で受けてください。この辺一緒ですね、あの2つが3つになったぐらいで。でディレクトリが存在しない場合のみ mkdir してください。で最後ここですが、ディレクトリを作るところ、その3回書くんじゃなくって法文で回してください。 mkdir は1回だけ記述するように回してください。目的大丈夫でしょうか。1個前に作ったやつの、冗長に2回返したところを法文で回す。でちょっとディレクトリー数を3つにしていただくっていうところが変更点です。じゃあこれも7分ぐらいでお願いします。そろそろよろしいでしょうか。はい、実習6ですね、大丈夫ですか。ちょっとじゃあ答え合わせしてみますか。ファイル名がすいません、テスト5も作ってたのでテスト 6.sh にしてください。でちょっと私テスト5をちょっと直してやっちゃおうと思います。テスト 5SH をテスト 6SH にコピーします。でですね、ディレクトリ名が3つになるので、こうじゃあ DIR3 っていうのをじゃあつけましょうか。でここの繰り返しのところを法文で1回だけ書くようにしたいと思います。この処理の外側に法文をこう
入れてあげる感じになりますね。フォーのなんだ、フォーでドゥーでダンで、ちょっと法文の中身だよっていうことで、ちょっとこの辺頭下げてあげて、これでどうですかね。あ、でダメか、ここを DIR にしてあげます。これで最初に引数3つ DIR123 っていうのを受けていまして、それを DIR1、DIR、DIR3 それぞれに対して繰り返し処理で、これが存在しなければファイル、ディレクトリが存在しなければ、MKDIR するっていう繰り返し分ですね。最初 DIR1 がこの DIR っていう変数に入って、それに対して if 文 DIR があるかっていうのを確認してっていう、次 DIR2 についてやって、 DIR3 についてやってっていう順番になります。3回回す感じですね。これちょっと動かしてみましょう。保存したか。バッシュのテスト6ので、なんか名前3つ指定したいと思います。なんでしょうね。東京、大阪、京都。で実行すると、ここで引数で指定した東京、大阪、京都っていうディレクトリが、ちょっと東京右側に切れちゃってますけど、できてます。こうするとそのディレクトリをいくつ作ろうが、作るところは1回だけ書いているので無駄がない、スクリプトに無駄がないです。で、ここはやってる内容が MKDIR だけなので、そんな大したことなさそうに思いますけど、ここがもっとすごい長かったら、例えばこの中身の処理が20行とかあったら、これ3回書いたら随分あれですよね。同じことしてるのに長くなっちゃってあれですし、間違ってた場合に3箇所とか直さなきゃいけないじゃないですか。そういうのが一元管理しとくといいっていうところですね。書くのも楽だし直しやすいっていうことですね。これについてどうですか、ご質問ありませんか。あ、すみません。はいはい、あそこの上から4行目のカラーマーク DIR1、DIR2 っていうのを僕分かんないですけど、ドル1、ドル2、ドル3って書いてもできちゃってるんですけど、はいはい、それがどういう意味があるかっていうのを一つと、はい、あとこれが今3つだからいいんですけど、100個ぐらいになっちゃうと、いちいち100回書くのが面倒くさいので、それをインの後に1から100までみたいなのをやる方法があるか。はい、2点ですね。まず1点目、ここドル1、ドル2、ドル3って書かれたってことですよね。それは問題なくって、これちょっと私の例をワンクッション置いてて、引数を1回変数に入れてるっていうだけなので大丈夫だと思います。ただこの後もこの引数のディレクトリ名どっかで使うようだったら1回変数に入れちゃっといた方がなんか明示的かなと思います。はい、1点目そんな感じでどうですか、大丈夫ですか。で2点目、確かにそうで、ここ100個とかあったらこれ 100行書かなきゃいけないですね。 DIR100 イコールドル100とか、それちょっとバカバカしいんですけど、そういう時にちょっとすいません、今回入れてないんですけど、配列っていうものがあって、一つの
変数名で複数の値を持つことができる構造があるんですね。それにガーッと突っ込んじゃうとここにその受けた配列引数の配列みたいな感じで1個だけ名前書く感じで回せるようになります。はい、どなたか作ったものを私にメールで送ってください。よろしくお願いします。すいません、大丈夫でしょうか。あとありますか。あ、そこで今ちょうどカーソルあるところで、はい、ドルの DR1、DR2 ってありますけど、これって普通にドル1から3みたいな感じで表示できるんですか。ああ。と思ってやったんですけど。はあ。ああ、ちょっと知らないですね。答えられる人。配列を引数の配列をまとめたものが ARGV っていうので、それを入れていただいたら引数全部に対して処理をするみたいなことになる。はい。あ、やりますか。1から3というよりは多分そういうふうにやっていただいた方がいいかな。大文字 ARGV でしたね。私ちょっとその辺見ないと書けないんですけど、どなたか言ってください。こんな感じですか。ちょっと違います。合ってると思う。合ってます。ドルいらないですか。はい、私もいつも引いてから書いてるのですいません、使ってはいるんですけどパッとは出てこないです。ちょっと試しに動かしてみます。あ、通りましたね。ちょっと変えてみましょうか。じゃあ、あれ？あ、ダメだ。argv だと argv っていう文字列になってしまいます。シャープとかいりますかね？どっかに。どんどん変なファイルが出てきて、はい、イコールカッコカッコのからの、まあ、配列を用意して、自分はそのフォア文のところにその R っていう、すいません、一番最初にカラの配列を用意してますので、アレイコールカッコカッコのカラ配列を用意して、その後 RV っていう環境変数的なところを引数に行用に取るところ、そこのところもアットマークを使った状態
で、それからで、フォアブリを回しながら一つ一つをそのあれ最初に用意したカラー配列にここにプッシュしていく状態、そのプッシュしたもののアレイ配列を使って次のところでディレクトリーに対して操作という形です。あこのところは先ほどそのなどの何度もディレクトリーとかでちょっと面倒だったのでリムーブっていうものでやるためにちょっと実行っていうことを考えたときに、そのさっき言われてたシングルコーテーションの逆向きのところを使って一回ちょっと、まあ、戻り位置が欲しいかなどうかなとかちょっと迷ったところがあったんですので、エクゼクに引き渡して実行っていう形で。ああ、じゃエクゼクの説明をしてもらってもいいですか。すみません、私アプリケーションとか叩くときはエクゼクに引き数を出してそのアプリ叩かせるっていうか、そうするとコマンドを実行させて。あのがちょっとなんか昔からなんかのせいです。返り値が細かいところまではちょっとアポーター思いながらやってしまって、コマンドを直書きする場合と比べて、はい、例えばなんか返り値が得られるとか違いが、ね、返り値が得られるものとかもあると思うんです、うん、先ほどその前のところで出てその0かどうかのあのハイフン Z とかっていうのも戻り値のところを元にしてで評価したかったとか、うん、そういったその条件式に当てはめたいという時には使ってます、うん、ありがとうございます。エクゼクとはちょっと違ってて。あ、加藤先生ご質問が。いいですか。はい、ディレクトリーをたくさん作るときの一番簡単なそのパーツのインのところに出るんですけど、はい、引数全部を持ってくるんでしたら特殊変数のダラアットマーク、ダラアットマーク、そこをダラアットマークにいただいて、それで引数に好きなだけ。ああ、これでできちゃうんですね。はい、あ、素晴らしい。特殊変数、ダラで始まる特殊変数がいろいろあるので、それはそれを利用していただくといいと思います。ああ、できました。ありがとうございます。すごく簡潔な。ありがとうございます。まあ、このようにいろいろ簡単なものがどんどん出来上がって素晴らしい。すいません、言い訳しとくと知らないわけじゃないんですよ。パッと出てこないだけな。書いてるんですよちゃんと。はい、大丈夫です。はい、でもそれでもまあちゃんとやっていけるっていうこの緩い業界。ありがとうございます。ちょっと勉強になりました。はい、あといかがですか。こんなこともできないかみたいな、この際ですので。よろしいですかね。じゃあちょっと先に進みますね。はい、で不満とありますが、なんか今まで実行する内容だけ結構書いてきてました。処理の内容だけですね。でそうするとどんどん実行する内容が長くなっていくと、今スクリプトのどの辺実行しているのかって、実行してちょっと待ってる間って分からなくなっちゃうと思います。一瞬で返ってくるようなものだったらいいんですけど、ちょっと待つようなものだと今どの辺なのかなってなっちゃうと思うので、そういう場合にはその今これから実行するコマンドの内容をエコーで出していただくとか、あと今からマッピングしますよ、マッピングが終わりましたよみたいなメッセージをエコーで出していただくと、それもこう実行中に出てきますので、あ今ここまで終わったんだなっていうのが分かりやすくなります。なのでそういうメッセージをエコーで出していただくといいですよっていうのがこのページですね。でそのエコーで出す先なんですけれども、2つ出す先があります。標準出力と標準エラー出力というのがありまして、これは正しいちゃんと正常稼働時に出す
出しているメッセージなんですよというのと、これはエラーメッセージとして出してるんですよっていう2つ の種類で出すことができます。ちょっとこれ本当に全くのイメージなんであれですけれども、なんか味噌汁作ってて順調にいってる時は今ここまで来ましたよ、お湯が沸きましたよ、ネギと豆腐を入れましたよ、でエラーが起きた時にだけこうなんかエラーとしてこう分かるように出したい、じゃないと正常に出てるログとエラーのログが混ざっちゃうとちょっとエラー見つけづらいっていうのがありまして、エラーと正常出力を出し分けたいっていうのがあります。でどっちもエコーで出していただくんですけれども、エコーするときにエコーのお尻に大なりマークアンドにっていうのをつけますと、それはエラーメッセージとして出力されます。で何もつけないと標準出力、普通の出力として出力されます。でこれこうすると何がじゃあどこが変わるのっていうところで、ちょっと次の課題があるんですけれども、テスト 7.sh っていうのをエコーを2行書いていただいて、2個目のメッセージはエラーとして出してください、末尾に大なり&2をつけてください。で実行コマンド、この3種類でやっていただきたいんですけど、1個目がそのまま実行する場合、そうすると多分このエコー両方とも普通に画面に区別なく出て終わりになると思います。で2個目が、1をログっていう、1リダイレクトログ、2リダイレクトエラーっていう風に書いていただくと、これは、標準出力はログという名前のファイルに出して、エラー出力はエラー ERR というファイルに出すっていう意味になります。この1リダイレクトってすると標準出力のリダイレクトっていう意味になりまして、2リダイレクトで標準エラー出力のリダイレクトっていう意味になります。で3つ目がまたちょっと違うんですけど、先に今度リダイレクトをログってしていただいて、その次に2大なりアンドマーク1ってしていただくと、標準出力も標準エラー出力もログっていうファイルに吐くよっていうことになります。そうですね、普通に実行すると標準出力も標準エラー出力も等しく画面に出るんですけど、こういうふうに1リダイレクトとかしていただくとファイルを出し分けることができるよっていうのをちょっと確認していただきたいなという課題です。それでは、これもそうですね、5分ぐらいでお願いしたいと思います。では、ちょっと答え合わせをさせていただこうと思います。1行目が、ただのエコーで I'm fine で、2行目がメッセージ、すいません何でもいいです、 something wrong で、違いが後ろにリダイレクトアンドに標準エラーとして出しますっていう風にしていただいて、でこれ実行してみます。まずそのまま実行してみます。バッシュのテスト7、はい、そうすると1行目のエコーも2行目のエコーも両方同じように出ます。どっちが標準でどっちがエラーとか分かんない状態ですね。で今度は1はログ、2はエラーでしていただくと、ここには画面には何も出ませんけれども、ログとエラーというファイルが新しくできていまして、あれ？できてますね、できてて中身を見てみますと、
ログの中身は I'm fine、エラーの中身がサムシングロングと、あので出し分けてるのが分かるかと思います。で3つ目がこれちょっと違う名前にしますかね、オールログとかってして、ちょっとごめんなさい、下段で見る、にリダイレクト&1ってしていただくと、今度は全部の結果が同じファイルに入れます。これちょっと何言ってんだよみたいな感じするかもしれないんですけど、シェルスクリプト以外にソフトウェア、バイオインフォのソフトウェア使ってても出てくるログが標準出力と標準エラー出力に出分けてるんですね。実は画面に全部ファーッとフラットに出たとしても結構出分けてるので、こういう風にしてこの2個前みたいにしていただくと、こういう感じにしていただくとエラーだけ別ファイルに取ったりすることができるので、そうするとエラーだけ見ることができます。ただソフトによっては結構そのこれの出し先が割といい加減で正しく動きましたよっていうのを標準エラー出力で出しているソフトもあるので、あくまでも目安ですけど、こんなことができるよっていうご理解いただければいいかなと思います。はい、そういうことができるよっていうのは理解できたんですけど、実際にその何がエラーで何がエラーじゃないかっていうのはどうやってこのスクリプトというかこのコンピューターを見分けてるんでしょうか。ああ、書くときにってことですか。なんか結局エラーを出力したいっていうのは、なんか例えば最初の方でメイクディレクトリしてもうすでにディレクトリやるときはなんか怒られてしまう、はいはいはい、そういうのをエラーに出力したいのか、はい、そうです、そうなります。最初の例で言うと if 文でディレクトリがあるか判定して、ちょっとある場合にエラー扱いにするかどうかって微妙ですけど、例えばディレクトリが存在する場合は存在しますって言って終わるみたいな処理をする場合にそれはエラー出力に出すとか、あと複数のソフトをつなげて実行するときに前のコマンドがうまく実行できてなくてそれの出力結果が出てない、でそれがないと次のコマンドが実行できないって時にその前の結果がファイルが存在してかつなんか中身が書かれてるか確認して、それがダメだった場合にエラー出力して前のコマンドうまくいってないっぽいよっていうエラーを出して終わるみたいな場合にエラーにするのがいいと思います。なんかそれすごい便利そうなんですけど、なんか教えていただきます。あ、すいません。実際にそれはどうやってそういうふうにするのかっていうのは、今エラーじゃないものはとりあえず2行目をエラーにしますよって言ってたんで、普通にちゃんとエラーになったやつはエラーログに戻って、エラーじゃないやつはエラーログじゃないところに、標準出力に残るみたいな、そういう例を実際に教えていただけるんですか。その予定がないなら、例えばすいません、ちょっとイメージになっちゃってもいいですか。なんかここまでいろいろやってると思ってください。はい、でなんかファイル、あるファイルが出ているはずで、サイズが0以上なはずっていうのがあって、何でしたっけ、ファイルが存在して数サイズが0以上って何でしたっけ。はい、 S、 ありがとうございます。じゃない場合、なんかこれなんか前のコマンドが出したファイルだと思ってください。だった場合に、あ、全が抜けましたね。あ、ここメッセージ、ファイルがないよみたいなメッセージにしていただいて、
えば終わり、ここで終わり。1っていうのは何ですか？なんかエラーの時は1を1にしたりしません？違う、こんな、こんな感じ。はい、エラーを超えるってことですね。なんか中間な。はい、なくてもいいです。はい。いいえ、すいません。ありがとうございます。はい、なんとなく、あ、質問、すみません。3個目のコマンドの最後はどうしてオールドグじゃなくてアンド1なんですか？3個目のコマンド、はい、この回復資料の62の、右下の、あ、一番下のバッシュテスト 7.sh、はい、とかの一番右側の2、だ正代でしたっけ、でアンド1になってますよね。はい。でこれはどうしてログっていう名前じゃなくてアンド1、あ、同じファイル名じゃなくてアンド1になってるんでしょうか？ですね、これはちょっと正確じゃなかったらどなたかツッコミ入れてほしいんですけど、まず2っていうのがエラー出力じゃないですか。 2を1に飛ばすみたいな、標準エラーも標準出力に飛ばして、それの結果をログっていうファイルに書き出すみたいなことをしているので、2と1をまとめてるっていうのがここなんですね。はい、でそれをファイルに吐くよっていうのがこっちのあれで、ちょっと下で見づらいですけど、でこれちょっと順番がなんか一見逆っぽい気がしませんか？はい、でもこういう風に書くものだそうです。はい、今の部分ちょっと分からないけど、ドル1がログだっていうのはどこで定義されている？アンド1、アンド1がログだって、まず2っていうのが標準エラー出力なんですね。それはなんか決まってます。で1っていうのが、標準出力なんですね。通常時の出力で、標準エラー出力も普通の通常出力に飛ばしちゃうみたいな、暗黙の了解で。標準エラー出力を実現するにはそう書くもんだっていう、そういうルール、ね、我々的にはね、うん、ちなみにもし&1のところをログにすると標準エラー出力で上書きされちゃうと思います。だからログの1の先をログ、2の先もログにしないようにしたら上書きされちゃうので、もう3番目のステップのように書かないといけないと思っていただいたらいいと思います。この知識に関してはですね、ファイル記述子という名前がついてまして、詳しく知りたい方はウィキペディアのファイル記述子というところを読んでいただけると詳しく分かるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。この前に引数の話あったと思うんですが、引数がある場合だとこうやってそのログの記述とどっちを先に順番書かなきゃいけないかってあるんでしょうか？これ引数この間ですかね。もし2つあったら2つ引数のやつを書いてから、うん、ログというのを書く。そう、もし例えば2つ目のところにログって書いてある、はい、ログが引数と認識されてしまう。
やったことないんですけど、これは基本的に末尾に書く感じにしてますね。あ、どうなるんでしょうね。引数扱いになっちゃうかもしれないですね。どなたか試してくださると、はい、すいません。なんか想定していたエラーと想定していないエラーとみたいな分けたりすることありますか？基本的にあのエラーは全部想定してないといけないとは思うんですけれども、あのエラー出るようなものは拾えるようにしとくべきだとは思うんですが、想定外の時だったら、うん、なんかあ、一つの想定外エラーのところに出力みたいな、はいはい、はい、あの例えばちょっと最初の方でもうすでに存在するディレクトリをメイクディアして怒られたりしてたじゃないですか。あれとか 2で出るんじゃないかなと思うんですけど、デフォルトでどうですかね。ちょっと試してみないと分かんないですけど、ああいうのもあの多分こういう風にしていればシステムが出すエラー、うちがエコーってしてないやつでもシステムが出すエラーでエラー扱いになってるのはこの2の方に出るように思います。まだ大丈夫ですけど、あちょっと話がずれるかもしれないんですけど、はい、ログとエラーのその出力の取り方について教えていただきたいんですけど、その例えばエラーこの、プログラムを回した時にエラーが3つとか出るとして、それはこのエラーというファイルに最後のエラーしか書き込まれないとか、プログラム全部回したらエラー全部書き込まれる、はい、全部書き込まれます。はい、ただ次例えば少し条件を変えてまた回したときはそれは上書きされる。そうですね、そうなります。ただここをあの2個記号を2個書いていただくと、あの前実行した結果は残したまま続きから書く感じになりますね。あ、じゃあその2にちょこちょこってこの大なり大なりって2個つなげて書けば、あのずっと残っていく感じになると思います。はい、それそしたら例えばフォーループとかで、はい、そういう時は2個にしないとダメってことですか？フォーループとかで何回も同じ処理をするじゃないですか。でその中でそのログとエラーを分けてとかする時は、その大なり小が1個で出すと、その前の処理1個前の処理とか2個前の処理とか そのエラーとか消えちゃうってことですか？フォーループを書くのは1個のシェルスクリプトですか？あ、はい、そう。このシェルスクリプトの中にフォーループがあって、フォーの中でエコーしてる。そうそうです。あ、それは大丈夫です。あの一実行のエラーは全部あのファイルに出ます。続けて、うん、上書きはされないです。はい、はい、では時間になりましたので、あのもうスライドはあと何ページかしかなくてですね、最後課題があのちょっと時間たっぷりとってやっていただく感じで終わりになります。でスライドの残りですけれども、まずスクリプトをいろいろ書いていただきましたが、だんだん長くなってきますと何をやってるスクリプトなのか自分で後で見てもよくわからなくなってきます。ましてや他人の書いたスクリプトだとますますわからないので、なるべくスクリプトにはコメントを入れてください。コメントっていうのはあの何をやっているか説明する注釈ですけれども、コメントどうやって入れるかと言いますと、さっきちょっとお話したんですけど、行の頭にシャープ、記号のシャープをつけていただくと、その行はプログラム、スクリプトとしてはあの無視されますので、あの好きなことを書くことができます。
でちょっと今回の環境ですと日本語入力もしかしたらできないかもしれないので、そしたら英語で入れていただいてですね。はい、シャープで始まる行がコメントです。これ、ね、割とプログラム言語共通で、割とそうですよね、はい、で何か何をやってる処理だよとか書いていただくと後々見て中が分かりやすいです。で次シバンとありますが、これちょっと私もシバンっていう言葉自体恥ずかしながら知らなかったんですけれども、何かと言いますと、シェルスクリプトとかあとパールスクリプトとか中身コードご覧になったことのある方はファイルの1行目になんかこんなシャープびっくりマークでスラッシュでなんかこう、これビンバッシュですけどユーザービンパールとか書いてあるの見たことある方いらっしゃるかもしれませんが、それをシバンというそうです。で、これは何かというとそのプログラムスクリプトでこれは何のスクリプトですよっていうのを自分で宣言しているものになりまして、バッシュシェルスクリプトのバッシュ用のシェルスクリプトの場合はここをシャープびっくりのスラッシュビンスラバッシュで書きます。でこれ書くと何がいいかと言いますと、今まで作ったシェルスクリプトはバッシュスペーステスト .sh で実行してたんですけれども、このファイル単体で実行できるようになります。それはこれ自身が自分はバッシュですよっていう情報を持つようになるからです。でただちょっと実行する前には実行権限つけてあげたりとかしなきゃいけないんですけど、まあ、書いとくと明示的にシェルスクリプトっていう感じなのでいいかなということで、頭にもうおまじないのような感じで書いていただくといいかなと思います。なくてもまあバッシュってやってやれば動きますけども、はい。でいよいよ最終課題の説明に行くんですけど、その前にウェブロゴというソフトウェアのご紹介をします。このウェブロゴをシェルの中で呼ぶっていう課題ですので、ちょっとウェブロゴの説明します。ウェブロゴ使ったことある方どれぐらいいらっしゃいますか？あ、そんなに多くないですね。こういう図見たことある方は、あ、たくさんいらっしゃいますね。これは複数の塩基配列、ごめんなさい、アミノ酸配列でも大丈夫ですけど、複数の配列を入力するとそれを左揃えに並べたときにそのポジションごとにその塩基組成アミノ酸組成がどういう割合かっていうのをこういう図を書いてくれるオープンソースのソフトウェアです。でウェブ上で配列アップロードしてあげて書くこともできるんですけど、ダウンロードして自分のところで動かすこともできまして、今回皆さんの環境にはこのウェブロゴをインストールしてあります。でウェブロゴって打っていただくと多分ヘルプが出るかと思います。で出るかな。でウェブロゴの使い方ですけれども、入力がファスタファイルですね。皆さんご存知の方多かったので大丈夫だと思いますが、午前中にご紹介したファスタファイル、塩基配列入ってるファスタファイルで、で、-fjpeg っていうのがオプションでして、この結果を jpeg で出してくださいっていうオプションですね。でこのファスタファイルの両側に小なりと大なりありますが、こっちの頭の小なりがこのファスタファイルを入力しますっていう、入力がファスタファイルで出力が結果 .jpeg っていう、これちょっとすいません日本語じゃない方がいいと思いますけど、出力ファイルっていうことです。入力ファイルをこっち向きの左向きの記号の後に書いていて、この結果を出すファイルを
右向きのダイナリで書いてるっていう感じですね。でちょっと 1.5 注意は、入力する配列塩基でもアミノ酸でもいいんですけど、長さが揃ってないと怒られるので、長さが揃ってる必要があります。はい、これちょっとウェブロゴの説明でした。はい、で、最終課題のご説明します。最終課題ですけれども、皆さん多分進捗具合がいろいろだと思いますので、レベルを4段階ぐらいに分けてあります。まず1個目が一番簡単なバージョンです。これちょっと残念ながらウェブロゴまでいかないんですけれども、もう今日初めてシェルスクリプト触ったよ、もう疲れちゃったよって方はここまでできていただければ十分だと思います。でちょっとこれの一番基本編の説明させていただきますと、やることがメイクディアとヘッドを実行するっていうシェルスクリプトを作ります。でインとアウトというディレクトリがあるか確認し、なければ作る、あったら何もしないでください。で、mature.fa から先頭2行のみを抜き出し、インっていうディレクトリの中の mature_hsa.fa っていう、これ新しいファイルですね、新しいファイルに書き出してください。ちょっとヒントってありますけど、こんなコマンドですね。でこれ一番初心者用なので、ディレクトリ名やファイル名は変数とか使わないで直書きで書いていただいても大丈夫です。というのが一番簡単編で、次レベル2、もうちょっと難しくします。前のページのやつのディレクトリ名やファイル名を引数で指定できるようにしましょうっていうのがレベル2ですね。でこれちょっと時間かなりたっぷり取る予定なので、一番簡単なのから全部やってっていただいて、いじっていって改良していただいてってもいいですし、例えばもう一番簡単なのはもうやるまでもないよ、分かってるよっていう方はレベル2ぐらいからやっていただいてもいいですし、そこはお任せします。で次レベル3、これが赤いところが前の課題から変わってるところなんですけど、mature.fa からマイクロ RNA の 395P っていうファミリーの ID と配列のみを抜き出して、mature_hsa_fa っていうファスタに書き出すっていうのですね。でここグレップ使うんですけれども、ちょっとヒントって、正解コマンド書いてあるんですけど、意味説明つけてませんので、これやる方はなんでこれをやるとこれができるのかっていうのをちょっと調べていただいたり、試行錯誤していただいたらいいかなと思います。後で解釈はご説明します。これを実行していただくと MIR395P の配列 ID と配列だけ抜き出すことができるコマンドです。で次これレベル5、レベル4でいよいよやっとウェブロゴが出てくるんですけど、前のページのその 395P のファスタまで作った後、それをウェブロゴに入力して結果を、こういう名前の JPEG ファイルで出力しますっていうのが一番難しいパターンですね。でこれも終わっあすいません行き過ぎちゃったこれも終わっちゃった方はここまで全部ファイルが mature.fa っていうファイルでやってたんですけど、じゃあヘアピン .fa で実行したらどういいかなっていうのを、ちょっとヘアピン .fa ファイルとかを見ていただいてアレンジしてみていただければと思います。っていうのをかなり時間30分から45分ぐらい取ろうと思ってるんですけど、ちょっとその前にじゃあスライドだけ先に説明しちゃいますね。でちょっと考えてみましょうって言ったんですけど、回答を言っちゃうとヘアピン .fa だとマチュア .fa みたいな単純なスクリプトがそのまま使えないので、そういう時はパールが必要ですよって話をして、明日のパール編に続くっていう
ことを言おうと思っていたんですけど、早く終わっちゃった方はお尻に難易度3のクイズがあるので、暇だったらやってみてください。あとクイズだけかな。あ、そうですね。で、どうしようかな。とりあえず5時まで30分実習にしていただいて、ちょっと様子を見まして、そこで答え合わせ途中までするかもしれません。で、その辺でもしもう全部終わっちゃった方は帰っていただけるようにしまして、もうちょっとやりたいって方は6時まで残っていただく感じでやろうと思います。では、まずレベル1か2ぐらいからやれるところまでやってみてください。よろしくお願いします。一番簡単なやつ、すいません、ちょっともう飛ばしちゃいまして、2個目のディレクトリ名を引数で受けるやつですね、それからやりたいと思うんですけど、はい、これはインとアウトというディレクトリがあるか確認してなければ作る。で、マチュア .fa から先頭2行のみを抜き出し、インの中にマチュア _hsa.fa っていうファイルにして書き出す。で、ディレクトリ名やファイル名を引数で指定できるようにしましょうということで、回答例です。頭にちょっと指板入れてみました。で、コメント入れてます。メイクディア、インとアウト。インとアウトメイクディアしますって入れてまして、で、法文ですね。これさっきやったやつと同じです。 4DIR in in out で、ちょっと in がこの in もあって、プログラム中で使ってるやつなんで、ちょっと色ついてますけれども、動作自体は問題ないと思います。で、 in と out に対して、それがそういう名前がディレクトリで存在するか確認して、存在しなければメイクディアする。はい、これでインとアウトが、できます。なければできます。で、あっても怒られません。で、後半ですね、コメントでメイクニューファイルと書いてまして、あ、そうか、ごめんなさい、これ引数で指定してないバージョンですね、ベタ書きですね、失礼しました。インファイルがマチュア .fa、 これが入力で、アウトが、このファイルで、コマンドはこれですね、ヘッドコマンド N2 でインファイルリダイレクトアウトファイル、はい、この辺全部やったやつのつなぎ合わせなので、で、あれ、ごめんなさい、あ、私引数指定してないですね、ごめんなさい。引数指定するならば、最初に名前何でもいいんですけど、そのままインとアウトにしましたけども、インにドル1を入れて、アウトにドル2を入れて、で、ここの法文で回すところを、インの対象をドルインとドルアウトにしていただいて、で、そうか、こっちのファイルも引数にするんですね。そうするとマチュアをマチュアドットFA で、変数名あんまりよ分かりやすくないかもしれないんですけど、インの HSA マチュア HSA.FA にしていただいて、あ、そうか、これに合わせればいいか。そうするとここがいらなくなるので、
こんな感じですかね。あ、でごめんなさい、これいきなりもう次のやついっちゃってますけど、 395p のに行ってますが、あのディレクトリ2つとインアウトを受け取る、引数で受け取る場合はこういう風にしていただいて、あ、こういう風じゃない、ごめんなさい、ここもドル3ドル4ですね。失礼しました。取るようにしていただいて、で実行するときに、でインアウトマチュアドットファインアンダーバーマチュア ATSA ドットファっていうふうにして実行していただくと、インの中にマチュア .hsa.fa っていうのができて、あの中身が入ってるっていうことですね。皆さん今ちょっとレベル3まで説明しちゃいましたけれども、ここの最初のところは一緒ですので、この辺はもう大丈夫でしょうか、特にご質問は。コアループの値を入れるときに、おっしゃってた特殊変数というのを、ね、ドルアットマークに使いたいんですけど、あ、はい、はい、そうですね、ファストファイルとかも、そうですね。例えばちゃんと聞こえなかったけど、シフトじゃないかなと彼は答えています。あ、すいません、シフトっていうのを、ドル2だったやつがドル1に、ドル3だったやつがドル2にずれていく、だからずらした後にドルアットマークすると残りが全部出てくる。ちょっとその質問しようと、はい、もう一回質問を聞きたいんですけど、あ、ここあれですよね、配列でやっちゃいたいっていう、等分のインの後を変数を複数書くのではなくて、ここさっきアットドルとかで受けた引数を配列で指定してやってたんですけど、ドルアットマークではダメなんでしたっけ、ドル3ドル4があるからできないってことですか。そうですそうです。もし最初の数が2個って決まってる、処理したいのが最初の2個だと決まってるんなら、もう、別のカウントする変数を用意して、1個終わるごとにカウントを1追加して、で、2になったらもう終了、という方法にした方が、こういう方になりますかね。いい2回上の前の引数2個までで止めるような繰り返し条件を変える。そうですね。もしくはちょっと私今思いついたんですけど、ここの if の条件式で、そういうファイルが、あ、そっか、ダメか、アウトファイル4はこれは存在しないからダメですね、ごめんなさい、これを除くのにそういうファイルが存在したらっていうので除けるかなと思ったんですけど、4は存在しないのでダメですね、すいません、なんでもないです。そうですね、パールだとパールでよくこういうのあって、数が不定のファイルアスタとかでバーって取ってきて、そういうのを決まってる部分はポップとかシフトとかで別の変数に取り分けといて、残り全部で回すっていうのはやると思うんですけど、ちょっとシェルスクリプトでどうやるのか、私もシフトで使えますか。シフトでずらします。ただそれよりはやっぱりよくある方法で i イコール1から n までみたいなものにした方がいいかな。いいですか。数を数える方法、最初がレフト n イコール1って感じで、
この辺はブレイクするできるんですか、ちょっと作ってみますすいません、あのできたら教えてください。まあ、このようなのプログラムって、まあ、アルゴリズムっていくらでもやり方があるので、人によってやっぱり書き方がやっぱ違うんですね。まあ、そんなもんです。最終的にはできない。あと、いかがですか？あの前半のこの辺。よろしいですか。初歩的な質問で申し訳ないんですけれども、はい、あの変数と引数の違いがいまいち分からなくて、スクリプト中で与えられるものを、変数って言って、プロンプト上で与えられるものを引数っていうふうに解釈する。はいはい、そうです。変数っていうのはあのスクリプトの中でなんかこう値を入れているもので、ドルなんとかで呼べるのがあの変数ですね。だからドル1っていうのは引数が入る特殊な変数、ドル1ドル2も変数なんですけど、あの引数が入る変数っていう感じです。このコマンド実行した後ろに指定しているのが引数ですね、はい、おっしゃってる通りで、はい、正しいと思います。あのすごく素朴な疑問なんですけど、はい、あの前からずっと思っててすごく気持ち悪いんですけど、うんうん、あのシェルスクリプトの中で CD が効かないじゃないですか。 CD ってうまく動かないんですよね。 CD コマンドが機能しない。例えばあれだとホゲドットシェルっていうのを作っといて、あのそのモアで見せてるじゃないか、 CD API はホゲってやって、はいはい、ホゲっていうあのディレクトリ作って、で CD ホゲだで、ホゲに移動しなさいと、ホゲっていうディレクトリに移動しなさいと、 PWD でやるとあのちゃんと一見ホゲに移動しているように見えるんですけど、例えばそれを実際に実行してみると、 SSSホゲドットリスでちょっとリターンすると、ああすいませんこれ何か分かります。私が言いたいことって分かります。すみません、もう一回実行していただいてもいいですか。はい、どうしよう、ここに今ない、あ、本まだある、本まだあります。ちょっとこれあ、そっか、あ、ホゲ SH 出てます、あそこに上、まだあのコードはそこに4行見えます。自分で質問しておいて自分の環境に今混乱してるんですけどちょっと先ほどディレクトリを送った時に、あ、そっかそっか、スクリプトを消して、はいはい、ちょっとスクロール上行っていただくと、あのコード中身あるのでコピーしていただけば。はいはい、今ホゲがないですよね、はい、で、モアでもう一回見せて、うん、でそうですね、うん、で SH スペース
値でリターンですよね。でそうすると最後の PWD が効いてホゲアドミン1409ホゲってちゃんと移動しているように見えるんですけど、もうそのプロンプトで分かるようにアドミンなんですよ。 PWD ここでもう一回やるとほらホームディレクトリなんですよ。あでこれに限らずいつも何やってもかも CD って聞かないんですね。経験的に聞いてないわけではない。SH っていうコマンドを打ってる時点で別のシェルが立ち上がってるんですよ。なので、イメージとしては、そこでホゲ取って SH じゃなくて SH を1回打って CD やって MKDR やったホゲやって CD ホゲやって PWD やって EXIT やったことがと同じなんですよ。なので別のシェルが起動してそっちでやってそっちが落ちるんで元のシェルは元のディレクトリのままっていう状態になるんですね。多分ついていけてたらほとんどいないと思うんですけど。もう一個新しく端末を開いてそこで実行してその端末が閉じちゃってるようなイメージとしては。なるほど。あれでもなんかまれに移動しちゃってる時あるような気がするんですけど気のせい。バッシュでも同じですか。同じですか。同じだと。これ私の経験談です。ありがとうございます。あとご質問ありますか。そしたらちょっとこれ全然説明してなかったんですけど、なんかちょっともうおまじないみたいなことやってるのでこれのちょっと解釈をさせてください。グレップコマンドって昨日多分やられてるとやりました。はい、やられてると思いますが、この入力が今回 matcha.fa っていうファイルなのでそのファイルの中から mir395p っていうのが含まれる行だけ出すっていうのがグレップの基本的な仕様で、ちょっとそこだけやってみますと 395p のmatcha.fa ってやるとこんな感じで、ファスタの ID 行が4件引っかかりますね。でちょっと今回これやりたいのがこの ID 行とこの ID 行に続く延期配列行も持ってきたいのでちょっと小細工をしているのがこの -large a1 っていうオプションです。でグレップのオプション結構実はいろいろありまして、-a 数字っていうのを実行しますとこのグレップにヒットした行とその次の何行も一緒に持ってくるっていうことができます。ちょっとこれやってみますね。-a の1ってやるとこれが今4行出てましたけれどもちょっと長いですね。8行あ8その ID 行とその次の延期配列行が出てきます。でちょっとこれ前提としてmatcha.fa っていうのが成熟マイクロ RNA なので短いんですよ。だから延期配列が基本的に1行複数行にまたがってないという前提でやってます。でただですねこれちょっと取れたっぽいのはいいんですけどちょっと残念でこの複数データがあるときに間になんかハイフンハイフンっていう行が入っちゃうんですね。セパレートして出ちゃうんですね。これグレップハイフンラージ A の仕様なんですけれどもこれを除けさえすればちょうどいいファスタが取れると思いませんか。でこのハイフンハイフン行を除いてるっていうのが2回目のパイプでつなげたお尻のグレップでしてグレップ V ってやってないですか。
グレップで V をつけますと、これにヒットしない行だけ出すっていう逆の意味になります。でちょっと後半でやってることは、あの前半で このデータ出すんですね。このデータ出して、でそれからこのハイフンハイフンっていう行だけ除くっていうのをやってるのが後半でして、グレップハイフン V、これを除、これじゃない行だけ出すっていうのをやっていて、でここちょっと正規表現なんですけど、あのハイフンハイフンだけの行っていうのを示すのが、ハットのハイフンハイフンドルって書くと、あのこの行だけ持ってくることができるので、これ実行していただくと、あのこの MIR395P の ID と配列だけのマルチファスタを作ることができるっていう、まああのそんな大した言うようなことじゃないんですけど、あの例えばこういうようなコマンドを打つと一発であのできるよっていうことですね、っていうことをしてます。グレップで配分抜いて今ちょんちょんで、でやつの後ろの配分、あそうですね、これないとどうなりますかね。あ、これなくてもいくのかな。あ、同じになりますね。ごめんなさい。あの、なく、あってもなくてもいいかもしれない。あの、パイプする場合に、コマンドによってはパイプの1個前の結果を受けるときに、あのこれを使うよっていうことで、あのハイフン入れてあげないと動かない場合があって、ちょっとそういうあれがあって入れてるんですけど、今回ごめんなさい、なくても動くみたいです。そしたら汎用性っていう意味では入れる習慣つけておいた方が、いやコマンドによるので、入れたら動かない場合もあるかもしれないから、入れたら動かない場合あるかな。ちょっと待ってくださいね。1個試してみますね。ああ、入れといても害はなさそうな感じはしますね。すいません。こんな感じの説明になっちゃいます。はい。あのただコマンドによってはこれがないと受けれない場合があります。使用できます。ちょっとその講義に出てないものをいくつか使わせていただいてますが、スクリプトですけれども、まず、これに、こちらになってます。で、基本ここが元はこうだったと思います。で、ちょっとここら辺は置いといて、そのディレクトリがなかったら作るというところも変わってないと思います。で、違いなんですけど、こうの代わりにこうあえるという文章を使ったということと、シフトというのを使ってます。で結局基本なんていうのは最初の2つがですね、そのフォルダ名だよと、でそれ以降は別のものに使うよという前提なんですけど、うん、1個作ったらその M というもので今何個目かをカウントしてるんですね。最初1個にします。で1個作り終わったらループしたら N を N に N に足す1をします、うん、でこうすると N が2になります、うん、ご注意いただきたいのがシェル変数の場合、デッドというものを最初につけると計算してくれます。うん、デッドをつけないと N が M たす1という文字を覚えます。あ、だからデッドは必ずあの数字として計算するときはつけてください。で、N が2になって、あのこれあの N が2以下のときは、このグーからドームまでも回すよという文章になってますので、
n が2だからまだいきますで、このここで最初ちょっと最初の n1 の時の話に戻っちゃいますけど、DIR に最初の引数を入れました。で、引数をまあ仮に A、B、B、B、C、C、C と入れたとします。で、最初の引数としてドイツは A なので、DIR が入ってディレクトリを作って、N を2にしたときに、ここでシフトをしてますね。シフトすると、ドル2だったやつがドル1になるんです。ドル3だったやつがドル2になるんです。うん、ということは、1回シフトした後のドル1なので、A がじゃなくて、ドル1は B、B、B になるんです。だから2周目だと DIR には BBB が入ってまして、でまあこれがディレクトリなかったら BBB を作って、でまたカウントを始めた。で、ドレインが3になりましたから、もうこの文章はこのホワイル文は終わって CCC は作らないままでいってるはずです。で一回実行してみます。なんかごちゃんと、この中に作られるかもしれない ABBBCCC はないということを確認してください。で、この状態でちょっときれいにして実行します。はい。で、ちょっとこの表示されているものはとりあえず無視していただいて、できているかなと見ると、ABBB だけであって CC はない。で、これちょっと動作状態をお見せしたいので、エコーを途中に挟んでるんですけど、最初、エコーにドルアートマークつけました。だから引数、最初は全部入ります。で、次、この一通り終わって、ドル1、ドル2、2回シフトした後の状態で、ドル1じゃないかというのを見たのが2行目のやつ、CCC です。じゃあ、この状態で、じゃあ引数は全部で、全部何って言ったら CCC だけです。だから、1個目、2個目はもう、どっか行っちゃったと。だから、そのシフトを使うと、取り出したいものを常にドル1として取り出せる。なるほど。ちょっともうここまで複雑になるとパールの方がいいかもしれないですけど、Linux の中心ではこのシフトとドル1を使っていろんなことをやってます。この時のドル1がファイルだったら次ドル2はファイル名だ。そしてそれをさらに2回シフトしたら今度は別のオプションはないだっていうふうに、引数をファイル、読みたい項目名と内容を、読みたい項目名と内容みたいな引数にすることも、まあ、ちょっと複雑になりますけどできます。というので、ちょっとその、すいません、新しいものばっかり使ってますけど、できるにはできます。ありがとうございます。配列の添え字で回すみたいなこともできるんですかね。添え字回すのもできます。実際、ドルアートマークは配列みたいなものですから、配列をシフトする。配列は3個要素3個のまま、あ4つか、前の2つだけ添え字で取ってくるみたいなこともありですか。添え字としてドル N、さっきの N を使っていただいたら確かできたと思うんですけど、あんまり僕は配列使わなくて基本シフトで分かりやすくしたい。ありがとうございます。かなり高度な今のやり方とかプログラムはちょっと私の背景とかはちょっと別の仕事をやってたんで把握できてないんで別に乗っけられないので希望があれば私やってみてください。また個別に対応させていただきます。ありがとうございました。あとそうですね、もう時間もいい時間なので、最後の一番難しいやつじゃあ見ましょうかね。あ、いいですか、もうこの辺大丈夫ですか。しましょう。ちょっと引数で受けるってとこがやるの忘れちゃってベタ書きになっちゃってるんですけれども、すいません、この1個前の 395P のファスタだけ作れましたと。そしたらそれをウェブロゴに
入れてあげるだけですね。でこれちょっとちなみにちょっと実行してみます。どんな図が出るか。そうか。でこのファイル頭に指板が書いてますので、バッシュってつけなくても実行できる状態になっています。ただちょっとアクセス権限がついてないとダメなので、この辺多分昨日やられたかなと思うんですけど、ファイル単体でプログラムとして実行するときは実行権限っていうのをつけてあげる必要があります。で CHMOD とかでつけてあげて、そうするとこれで実行できるようになります。で何かできていまして、アウトの中に、あ、ごめんなさい、アウトの中にマッチは HSA JPEG っていうのができています。これ画像ファイルなんですけど、ちょっと何で見たらいいか分かんないですけど、 Firefox で開いてみますとこんな図が書けます。あんまりちょっと面白くなかったですね。この19塩基目が G と A があるぐらいで、かなりもう4生物主管で保存されてる配列でした。これちょっと今回お越しいただいた皆さんにどれだけ使っていただけるか分かんないんですけど、あるこうモチーフを調べたい配列があったらこういうふうにマルチファスターにしていただいて、ウェブロゴにかけたらこういう図が書けるよっていうことですね。ただちょっと注意点としては配列の長さが揃ってないとダメっていうのがあって、それちょっと揃えたりするのめんどくさいんですけど、イメージとしてはこんな感じです。はい、ご質問ありますでしょうか。その配列を揃えるっていうところなんですけど、ちょっと私コンピューター系の人間なんで、その配列を揃えるときに何で揃える、だから例えば足りない部分を補うのか、はい、出てる部分を消してるのかっていうのが私だったんですけど、はい、いただけますでしょうか。マルチプルアライメントって複数の配列をこう全体的に揃えてあげるソフトウェアが結構あります。クラスタル W とかあるんですけど、それで揃えてあげてちょっとはみ出したところ切ってもらったりしてやるんですかね。カウザ先生なんかありますか。イルミナとかのファーストキューっていうか、なんかリードのタイプとかだと長さ揃っていて、スモールアレイネーに一緒のファイアレイネーっていうやつがあるんですけど、そういうやつなんかもうそのまま20数駅ぐらいの長さしかないんです。で、リミナー読んでるんで、スリープライン側のあたりなんていうのはアダプター配列がダーってあるんで、そのままそのシークエンスロボにかけるとアダプター配列がバッチリ見えるとか、そういう使い方とかも、で、こんなぐらいのことだったらシェルでできるんですけど、ヘアピン .fa みたいに1個の ID に対して塩基配列が長くって途中で改行とか入っちゃってるやつだと、さっきのグレープの -large a 数字で塩基配列が取ってこれなくなっちゃうんですね。塩基配列が何行か分かんないのでっていうのがあって、これを同じことをこのファイルに対して書けようと思ったらちょっとパールにした方がいいよっていうところで今日は締めたいと思います。はい、じゃあちょっとせっかくなんでクイズやっときますかもういいですか。ご質問なければクイズちょっと回答載っちゃってるんですけど見ないでいただいて、せっかく社員に作ってもらったので、はい、難易度3ですね。こんなスクリプトがあります。実行結果はどれになるでしょうか。
ワードカウントやってますね、はい、行数出すコマンドですね。ちょっと順番に何やってるか追っていっていただければ分かるかも。ああ、アスタリスクとか説明してなかったですね。LS したときに、あ、LS するときに、ドット、拡張子がドットテキストになってるものに対して LS するっていうコマンドですね。じゃあちょっと聞いたいと思います。もうちょっともう何が何やらだったらもう適当なところに上げていただければと思うんですけど、 A の方いらっしゃらないですか。 B の方、あ、 B の方多いですね。 C の方いらっしゃらない。 D の方、あ、じゃあ上げた方は皆さん B ですかね。はい、そうですね、まあ B ですね。で、どういうことをやってるかっていうのはちょっと説明入れておきましたが、新しいディレクトリ作って、その中に移動して、そこにタッチでファイルを3つ作っています。で、その、LS でここにある拡張子がテキストのものがいくつあるかっていうのを LS して、その結果をファイルに書いていて、そのファイルの行数を数えているので、まあ3行出るよっていうことですね。そういうような問題です。でもう一個、難易度3の問題です。こんなスクリプトがありまして、これを実行していただくと F2.text には、標準エラー出力が何行記載されるでしょうという問題ですね。なんか2とかやりましたね。はい、このなんか2回2でリダイレクトしているので F2.text に標準エラー出力出してるっぽいんですけど、これは最終的に何行になってるかなっていう問題ですね。はい、じゃあちょっと聞いてみます。A だと思う方いらっしゃいました。 B だと思う方、あ、 B 多いですね。 C だと思う方いらっしゃらない。 D の方もいらっしゃらない。あ、 B が多いですね。はい、はい、B になりますね。これ、あ、まあ上書きなんで結局聞くのがここだけなんですけど、要はf3.txt っていうファイルないんです。新しく作ったディレクトリに行ってヘッドってやってるんで、こういうファイルはないはずで、そのないファイルに対してヘッドコマンドを実行しているので、ここでエラーが出るはずで、で、まあ、このエラーが1行かどうかっていうのは実行してみないと分かんないんですけども、まあそんなようなことですね。はい、なんか実行し、よかったら実行してみてください。あと SH アンダーバーアンサーの中にクイズのシェルもありますので、もしご興味があったら実行していただければと思います。では、長丁場お疲れ様でした。シェルはここまでで終わりにしたいと思います。言い残したことあります？明日もありますので。じゃあ、はい、あ、ちょっと3つ質問あるんですけど、はい、自分でパールの勉強はしてて、なんかあんまりシェルスクリプトとか詳しくなかったんですけど、今日聞いてパールスクリプトでいいじゃんって思ったんですけど、はい、それでもそのバッシュスクリプトって書けるようになった方がいいんですか？いや、まあパールかけたらシェル必要ないかもしれないですけど、ただLinux コマンドを自動実行するっていうのだったらシェルの方がまあ若干パールだとシステム関数とかできっと読みますよね、コマンド。そういうのをシェルスクリプトだと直書きで書けるようぐらいですかねと私は思います。で2つ目なんです
ですけど、なんか最近、まあ、特に最近、うん、なんかネットとかでもうパール使ってるやつダメだよね結構はい、なんか今だったらルビーとパイソンだよねみたいな、うんうん、そうなんだ。いやどうなんでしょうかあのやっぱ使い慣れてるっていうのと、あと明日お話しするんですけど、パールって良くも悪くも緩いじゃないですか。あのちょっとパールしか使えないのか分かんないですけど、あそうですか、あのやっぱこう気軽に使っちゃうんですよねパール。なのでちょっとパッと書くときはやっぱりパールが、ただあの確かに Python とか Ruby とかも使えるようになってるといいのかもしれないですね。Python とか Ruby じゃないとできないことってあるんですか、そのパールはできなくて。ああ。だからそういうのがあったらまあ勉強しようかなと思うんですけど、できないって言われたらじゃあパールでいいやっていう。ありますかね。ないですか。その何ですかね、目的その書き方的に楽か楽じゃない、書き方的に楽じゃないかとか、あとこういうさっき言ったその実行する前に幾分で分けるか、実行した後にその返ってきた値によって分けるかみたいな違いはありますけど、実現できることっていう観点からは、変わりません。変わらない。はい。言いたいことがあれば一応3つ目を。すいません。あ、シェルスクリプトを学ぶ意義ですけれども、うん、あのこれから多分いろんなバイオマティス系のツールをコマンドで操作されると思います、うん、そのコマンドもシェルスクリプトに含められる。だから一通り全ての流れをシェルスクリプトで完結させることができるんですね。で、まあ、パールも やろうと思えばその呼び、うん、ここの関数というか実行ファイルを呼び出せますけれど、うん、まあ、場所というかシェルスクリプトで一連の流れを書いた方が、まあ、流れとしてスマートだと思います、うん、まあ、得られた結果をそのままムーブしたりあのコピーしておいたりとか、うん、まあ、一連の流れで全部完結しますので、まあ、そのあんま複雑なものはない、いらないにしても簡単なものは一通り習熟されてもいいかな、うん、ありがとうございます。何に続いてましょうか。ちょっとあのコミット話になっちゃうんですけど、あの全部独学でやったんで、なんだろう、なんかやらなきゃいけない時に、うん、もういきなりコマンドっていうかそのスクリプト書き始めるんですけど、うん、やっぱそういうのってあんまり良くないですか。なんかもっとこうまずこう骨組みっていうか、うん、こういう感じでやる、あ設計とかみんな書くのあの大掛かりなもので複数で作るようなものとかだったらあれですけど、あの個人で開発するようなものは私もいきなり書いてしまってます、はい、いいのか悪いのか分かんないですけど、あの規模にもよるんじゃないですかね。あのちょっとややこしいやつだったら一回整理してから書いた方が楽だとは思います。プログラミングゲーム何使うかっていうのは、まあ、宗教戦争みたいなもんなんで明日またあるかもしれません私は別に個人的には何でもいいんじゃないかと思います。私もパールをもともと覚えてたし、多分あの研究室の先輩とかが、まあ、研究室がまあどういったものを使ってるかっていう歴史的背景とかそういうものがほとんど全てなんじゃないかなと思いますね、うん、個人的には。他よろしいですか。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした、ありがとうございました。